はいどうも皆さんこんばんは。10月15日水曜日、本日は気候な横須賀店から生放送です。大人の横須賀ミッドナイト。何喋んないの、何で喋んないの。おかしいでしょ。こうイエーイみたいな感じで始めよう。イエーイみたいな感じでね。イエーイみたいな感じで、ね、12時なんでね。でもまあまあ、でも気候なチャンネル毎回12時ですからね。あ、そうか。はい、どこのチャンネルもね。はい、和光和光ということでコメントありがとうございます。ありがとうございます。龍河如く6枚負けたからいいとこ見せてくださいということで、ね、はい、いいとこ見せますよ今日は、うん、はい、始まっちゃう感じですか。はい、和光、龍河如くはぜひとも純ちゃんに打ってほしい、右打ちのネタ的にもということでね。 おコメントしますよ。打ちますか。いや、打たないです。なんで拒否してるんだ。なんで拒否してるんですか。圧力ワコどうも、横須賀の皆さんワコツです。どうもこんばんは。どうも、皆さんこんばんは。今日も純ちゃんに癒されますということで、ありがとうございます。おとなしか、おとなりますよね。大丈夫ですよね。あれ、おや、おにぎり、おにぎりさん、ずいぶんイメチェンですね。おにぎりじゃないよ、圧力だよ。あれ、酒パティショット着てる純ちゃん、お気づいてくれましたか。ありがとうございます。ということでね、皆さん酒パーティーショット欲しい方、いらっしゃいました。ぜひ。高いですよこれ。高くないです、安いですよ。めちゃめちゃ高いですよ。めちゃめちゃ安いですよ。めちゃめちゃぼったくられてます。全然ぼったくられてないね。 6万円でしたっけ。そんな高くない。1枚6万円、そんな高くないですよ。はい、1枚6万円で洗濯1回したら縮みます。そのあのネガティブキャンペーンやめてもらっていいですか。はい、ということで、今日はですね、じゅんちゃんとこんちゃんと、そしてもう一人、副主任の、はい、自己紹介しましょうか。ニューフェイス、ニューフェイス、自己紹介。緊張してます。だいぶ緊張してるね。ガチガチです。ガチガチ。はい、ニコ生2回目の出演です。はい、フジモンよろしくお願いします。はい、フジモンです。よろしくお願いします。はい、色違いないの。あ、色違いないんですかってことなんですけど、私の着てるのはね、これほら、あのオレンジとかいろいろあるんですけどね。はい、はい、6万円です。そんな高くないです。はい、酒パティショットお似合い純ちゃんということで。ありがとうございます。似合ってますよね。ありがとうございます。もう普段もね、毎日着て。そうですね、まあ、外では着れないです。なんで着てよ。ニコ生のみ。外で着てくださいよね。はい、あれ夜の街でこれ着てませんでした。まだ着ないでしょ。だいたい着てますよ。だいたい着ますよね。だいたいあのキャバクラ行くときはこれ着てます。何この T シャツみたいなね、よくやってますからね。これいいやろっつって。ならないやろ。6万円だぞ。陽気。ぼったくり言わないで、純ちゃん。わらわらこんばんは。純ちゃん今日もイケてます。ありがとうございます。はい、聞こうのはアットホームな職場で。そうですね、どっちかというと。そうですね、アットホーム感はもうバリバリ出てますね。そうですね。純ちゃんなんかチャラく見えますね。いや、チャラいです。いや、なんでチャラいです。いや、 T シャツ着てて。いや、まあ、普段スーツですからね。ああ、ね、そうですか。そのギャップあるかもしれない、ね。じゃあ後ろもちょっと見せてください。後ろね。はい、あ、ありがとうございます。ちゃんとね、酒パワーというね、入ってて、下にもね、酒のロゴが、ちゃんと入ってるね。これちょっとかっこいい T シャツなんでね、ぜひとも皆さんお買い求めください。縮、はい、みますよ。縮まないですよ。キャバクラで見たら請求していいです。あ、そうですね。キャバクラにいたら大体順調ですからね。はい。絶対着ないから。順ちゃんとはもう交わりましたか、フジモンはと。はい、固まった。はい、ありがとうございます。交わってないみたいな。ダメです、緊張してます。XL 作る、XL ありますよ。ぜひぜひ。こんばんは、ソフトオンデマンドから純ちゃんと一緒が発売になるときというね。何がですか。ソフトオンデマンドから新作の AV がね、純ちゃんと一緒っていうタイトル。知らない。ソフトオブデマンド自体知らないもん。本当に、うん、AV メーカーですよ。あ、知らない。老舗ですよ。知らない。うそ。うん、いや、これ、ね、そんなあっちゃんみたいに詳しくない。いや、大体知ってますよ。あ、なるほど。はい、あの、タイトルが純ちゃんと酒と女です。もうドロドロじゃん。っていうか、もうドロドロ。題名古いな。チェリーが首ですか。こんばんは。こんばんは。どうも首じゃないですけど、今日はお休みです。はい、ちょっとね、チェリーはいないですね。はい、チェリーまさかの店長昇格ありますかと。なことはない。首です。純ちゃんメガネがエロいわら。いやいや、あの別にいつもと変わってないんで、はい、メガネは。チェリー近い子、バコバス今までに31作出てるらしいぞ。いやいや、出てない。そんなに出てるんですか。31作もね。そんな出てます。そんなの、うん、いや出てますよ、やっぱり。 MM 号ですか。そう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 。ウツを発見器を使用しましょう、純ちゃんにね。あ、もうぜひぜひ。首ですと小声で言うこんちゃんということでね。はい、はい、ということで、本日の志田騎手なんですけども、新大の CR 龍河如くと、もう一つね、横須賀といえばという気象ですね、打っていきたいと思いますので、皆さん2時間お付き合いのほどよろしくお願いします。はい、じゃあ CM 行ったら行きます。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。危ない危ない危ない。高橋店長に怒られちゃうとこだった。危ない危ない。フジモン行きますか。はい、フジモン、
フジモン、はい、ちょっと案内して。はい。はい。あ、上？はい。見えてますか？はい、見えてるよ。10月20日。はい。キコーナ相模原店。はい。リニューアルオープン。はい。12時からの予定でございます。はい、ということでね、相模原店の方がですね、10月の20日にリニューアルオープンということで、12時、オープン予定ということらしいの で、ね、はい、ぜひともお近くの方はね、ぜひとも相模原店にね遊びに行ってください、はい、ぜひ行ってください。ゴスロがね新たに、新設されるということで、あと1パッチもね入るという、うん、あ、もう詳細的には伝えてるんですか？昨日の発表、放送でね、あ、そうなんですか。ちょろちょろと、情報は、出してもらいましたので、ぜひとも、相模原でね、行って遊んでいただければいいかなと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ、遊戯の方に移りますので、CM いきます。はい、よろしくお願いします。あれ、新しいポスター、この感じいいね。キコーナ。はい、ということで、本日はですね、装甲のストレイン、そして龍が如くの2機種でね、マックス騎士バトルということでお送りしたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、見える、もうちょっとこの画面見て調節してもらっても大丈夫ですか？もうちょい、ね、どっち、右左ですね。左、はい、こう、あ、そうっす。そんで上で、上で、で、寄る。お、じゅんちゃんもエンデックの社員としてこれ活躍できそうですね。おっすね。寄ってます？ええ、寄ってます、寄ってます。で、まだもうちょい、もうちょい、もうちょい、もうちょい寄って、で、その辺でピントをね、合わせてどっちですか？まあ、右、右でも左でもちょっと回してもらって、ほら、こうやってアップになるで。そう、アップになって、それで細かく、綺麗に、綺麗に映るように。ああ、なるほど。はい、ダザムマスターじゅんちゃんって、ちょっと龍が如く音大きいかな。そうですね、はい、ちょっと音下げてもらって大丈夫ですか？これ、はい、これぐらいピント、あ、あ、いい感じですね。いい感じ。はい、うん、ちょっと今ガロみたいになりましたね。フェイスオブガロみたいな、ね、はい、はい、ということで画面向かって左側が龍が如く、そして右側が装甲のストレインということになっておりますので、はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。ちょっとね、コメント読んでいきます。ちょっと待ってください。あ、赤やで。え、これジジさん、おー、ゆじっさん、うちもゆじっさん、いきなり行く、いきなり行く、もうちょい寄ります、もうちょい、はい、寄せる、で、上です、これぐらい、はい、それぐらいで、もうちょい、もうちょい、右、右、逆です、逆です、あ、そこです、そこです、完璧です、はい、完璧です、完璧です。いや、いいんじゃないですか。はい、おい、いきなりかよ、フジモン、はい、ボタンを押す、ボタン押してないよ。じゃあちょっとこの間にね、コメント読んでいきたいと思います。はい、和骨圧力の、肘をペロペロありがとうございます。カンペ見えた、ダザムということで今日はダザムやりますよ。はい、こんばんは、注目の身体はありますかということなんですけどね、横須賀店は、TM レボリューションと、はい、高田組、はい、浜崎あゆみ、はい、そして龍が如く、まあ、そうですね、はい、がありますんでね、信頼の方もぜひぜひうちに来てください。はい、よろしくお願いします。はい、藤本さん見てたらここまで、こっちまで緊張するということですね。まあ緊張はね、ありますよね、やっぱりね。もう大丈夫です。もう大丈夫、はい、大丈夫、まあ、近藤店長もね、最初出た時は緊張したんじゃないですか。いや、もうガチガチですよ。はい、いきなり親分とかと、あ、そうですね、はい、店長集結スペシャルが一番最初でしたからね、この店長、はい、圧倒されちゃいましたね。おー、ダザム、横須賀といえばジャグラーだなということで、あ、スロットね、来週あたりスロットやりますか。あ、そうですね、久しぶりにね、はい、はい、
これは、次の配信まで待った方がいいかなと。いや待たないでください。龍が如く昨日大当店で、見てツッコミどころ満載で面白かったよと。おお、横須賀から打ってくれて嬉しいですけどね。今日はね、はい、しっかりフジモンが当ててくれますよ。はい、はい、音量調整ってやったかな、フジモン。あ、やってきましたよ。もうちょい下げてもらっても大丈夫かな。下げますか。はい、はい、まだ下げてませんでした、はい、すいません。純ちゃん、横須賀には関係ないから、こんばんは、こんばんは。初めて横須賀店の放送見に来たんですが、縦のような、突き抜けた店員はいますかってことなんですよね。まあ、大体突き抜けてますから大丈夫ですよ。そうですね、まあ、はい、特にチェリ吉なんかはもう、ズバ抜けじゃないですか。そうですね、はい、はい。音出てる、久しぶりに CM の音聞いたってことね。あ、すいません、昨日届いて出てなかったんで、ね、申し訳ないです。ああ、そうですか。リニューアルは放送するのを横須賀の時みたいにってこと、今のところ予定はないですね。はい、ダザも来た来た、ダザも来そう、あろう、突き抜ける店員はいないが、突き、破る店員なら、純ちゃんおすすめということね。もちろんですよ。もう突き破ってばっかりですからね、本当に。ダザも、健山か、待ってたよ、待ってたよ、ダザもマジ胸熱。いや、横須賀やっぱり最高です。ありがとうございます。ダザも来た、待ってたよ、ダザも、やっと来たか、ダザもマスター、純ちゃん。ちょっと待ってくださいね。はい、ということでね、はい、暑いと思うよねと、圧力が面白いし、米の人も、切れ味あるから関東ばっかり見てると。ありがとうございます。すごい嬉しいね、本当にもう毎日見てね。だからまあ16ラウンドか2000発出ると考えれば、うん、ダメだなと。いやいや、これ一撃性あるんですよね。はい、どうですか、こんちゃん。まあ392分の1ですけどね。まあ 80% 核変変動核、うん、確率変動確率、そうそう、 80% ループの核変器ですから、ね、はい、か出るときすげえ出るんですよ。うん、うん、なんで、一回ね、本当にあんまり導入テンポは少ないんですけど、あれば打ってもらいたいなと思いますね。はい、店長、ついにダザムデビューですかというね。そうです。初打ちですか。初打ちですよ。お、なんと初打ちだそうですよ。前回、はい、前々回と引きいいところ見せてるんで、あ、そうですね、今日もいいところをね、はい、なんとか見せたいと。ダザムでも、はい、はい、ボタンを使う。何回見ても龍が如くがガロンにしか見えない。似てるよね、うん、さっきのエフェクトの演出とかね。うん、こんちゃんダザム手強いから気をつけてなと。ああ、頑張りますよ。龍が如くベストレイン、熱戦待ったなしでいいのかな。はい、くんくん、右から、神大衆が、この竹谷が作ってそうな台は何ですか。竹谷が作ってる走行のストレインです。ありがとうございます。はい、男の極意、五大演出ない、議事さんは空気だよ。あ、そうなんですね。議事さん安売りだから気をつけて。あ、そうなんだ、龍が如くね。いきなりすぎるダザムの立場考えて、龍の音大きいからダザムが聞こえない。あ、ダザムの音ちょっとちっちゃいですかね。あ、音大きくできますか、ちょっと。うーん、大丈夫、鍵あるかな。ない、フジモン。あ、鍵開けないんだよね。はい、そうそう、龍が如くお願い。あ、ごめんなさいね。こんちゃんは、どこがガチガチなんですか、興味津々ということでね。どこがガチガチ。そこのあの専門は大体で純ちゃんですからね。ガチガチ系の。純ちゃんちょっと今仕事でちょっと抜けましたので、ちょっとお待ちください。親分スペシャルでこんちゃんガチガチだったよ ね、 ってことね。あ、そういうことですね。はい、そういう意味ではガチガチでしたよ。そうですね。はい、右例の代価さすが、いや、分かっていらっしゃるということね。まあ、これはね、横須賀とともに生きていく代ですからね、よろしくお願いします。やっと圧力見れた、久しぶり。髪切った。あ、髪切ったんですよ、ありがとうございます。圧力のバイトは今日も元気だなということでね、皆さんありがとうございます、本当にいつもね。ダダムとりあえず台開けてください。聞こえる、音量どこだこれ、聞こえてる、どうした、音量どこだ、音量どこだっていうことね、ちょっと探してください。はい、アトクさんの MC、すごく久しぶりの気がするってことな。そうですかね。まあ、昨日もとても一応ね出てたんですけどね。扉オープン、また神台のストレインやってるのか。はい、ありがとうございます。アトク最近サボっておにぎり痩せたから。そうなんですよ。熱戦やろ、あ、熱戦って読むんだね。ありがとうございます、こんちゃん。せっかくドザムを、忘れかけてたのに、またドザムの夢が始まるっていうね。ストレイン音出てますかと今調整してます。こんちゃん、ピアノ線切らないように気をつけてねと。そうですね、役物がちょっと宙づりになるんで、はい、この台ね、あるじゃないですか、新しいメンバーですか。そうですね、今日はフジモン、2回目の登場になるんですけど、新卒のね、新しい店員さんなのでね、ぜひぜひ、皆さんいじってください。灰皿役物見せて、あっちゃんということね。ちょっと台が向き戻ったら直すね。あ、見せるね。
純ちゃんはガチガチより、バッキバキってイメージだよね。そうですね、ドドムは音が全く聞こえなくて打ってて楽しめなかったと。あ、じゃあ音を大きくしても何ですか。今しましたよ、はい、どうした、まだちっちゃいかな。ピアノ線どうした。昨日隣のおじさんがうるさかったんですよね、あんちゃんと。あ、隣は俺か。フジモン、彼女いますかと。彼女いません。はい、いません。募集中です。どうした。正直な話、アツロ君が MC じゃないと見る気しないよ。そんなこと言わないでくださいよね。ぜひコーナーの、ね、店員さん面白いんでね、あの MC もまああると思うんですけど、まあ、店員さんが面白いんでね、そこをぜひ、ね、見ていただければと思います。はい、音量そこ、そこじゃ分かんないよ。いや、開けました、今、はい、開けましたよ。灰皿どうした。あ、灰皿ね、ちょっと待ってね、灰皿いくよ。はい、ということで皆さんお待たせしました。うん、最近の台にはめったに、ない、灰皿ね。はい、いや、今日も美しく輝いておりますね、竹谷の灰皿は。はい、なかなか見れないからね、灰皿焼くものね。はい、ありがとうございます。音量大丈夫ですかね。うん、これでもちっちゃいんだ。ちっちゃいですね。竹谷、さすが竹谷クオリティだね。音量マックスにしても聞こえないっていうね。いマックスじゃないです。あ、マックスじゃない。マックス行きます。マックス行った方がいいんじゃないですか、これ。行きましょうか。せっかくなんでね。はい、胸熱のハイザレイカモナ、みんな何歳ですかと。藤本何歳。 23? 23です。はい、こうちゃんは。僕33でございます。はい、僕34です。はい、ハイザレ来たと。ハイザレいいな。すぎよな。いいフォルムハイザレ。ハイザレ使いたいわ。竹谷の開発人は耳が、いいんだよねと。はい、ね、音量がねちっちゃくても聞こえる。みんなアトロク好きなんで、ありがとうございます。ダザムの音を求めてますということね。あ、じゃあダザム大きめでいきましょう。もう、マックスいきましたよ。はい、ダメ。はい、でも灰皿使ったら怒るんでしょとか。まあね、灰皿は別に置いてありますんでね、そっち使ってください。はい、月曜日見て確信、アトロクの込み読みはやっぱりセンスあるわ。お、ありがとうございます。他と比べて、初めてわかる。バイト代は後日受け取りに行く。あ、ありがとうございます。アルバイトの方ね、コメントありがとうございます。いつもね、フジモン23歳、同い年ですと。お、はい、ぜひ遊びに来てください。はい、ね、フジモンにもぜひね会いに来てください。こんちゃんの方が年下なのか。そうですね、僕より年下なんですね、この店長ね。あ、年下でございます。あ、そうですね。、はい、まあでもね、立場が違いますからね。いやいや、はい、圧力様々でございます。いや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 、はい、竹谷の営業見てるかと。ぜひ見てほしいね、竹谷の営業ね。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。灰皿ついてるなんて竹谷、斬新だなということね。はい、最近の台は本当にもうない、もう全滅に近いぐらい灰皿ついてないですからね。ここにあのタバコ消すと当たるらしいですよ。え、いや、そんなことないですね。そんなことないですね。はい、はい、龍がうるせえ。フジモンに聞きます、チェリキチうざいですかと。いや、うざくないですよ。え、いいとこいっぱいあります。うざくない。うざい、うざいです、うざいです。あれあれ、なんか声が、うざいか、なんか声が聞こえたぞ。まさか、うざいです、どうも。あれ、え、どうも、どうも。はい、ということでね、横須賀店おなじみの預けね。おなじみです。はい、よろしくお願いします。今日は何ですか。今日は CR、 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 純ちゃん。CR、 純ちゃん。純ちゃんそこの女、裸になる。そうですね、CR、 純ちゃん、そこの女、裸になる。適当なことばっかりま、確かそんなんですね。3世から、3世からです。ああ、預けん、預けんと。ああ、どうも、コメントありがとうございます。久しぶり。関東の人事権、あっちゃんが持ってるって社長が言ってた。お、よくご存知で。預けん、何しに来たんですか。おいおいおい、いきなりか。いきなりか、それ。ぶっ込んできた。預けん、久しぶり。久しぶりだね。嬉しすぎる。うん、プレミア来た、預けんだ。はい、その灰皿に圧力ライター置きっぱなしにしておきました。暴発、暴発するんでやめてください。俺ガムテープでつけて帰りますから、ダザムにね。預けんや、龍が如く、ダザムクラスのネタ台だよ、右打ち中と。あ、そうなんだ。打ちました、龍が如く。打ち、打った、右打ち中面白いんですか。シダで打ちましたよ。右打ち中どうなんですか、これ。右打ち中何なんですか。なんか面白いらしいですよ。あ、そうなんですか。はい、全く興味ないけど。すいませんけど。やっぱり竹谷興味ない、興味ないけど、興味ないけど、興味ないけど買いましたから。うん、世の常さんはこう。あ、どうも。はい、おかえり、預けん。預けん犬から大声で言おう、木下春夫。やめた。だからダメだって。もうなんかね、蒲田でもそのことなんかなっちゃって、もう結構ね問題になってるんで、やめてもらえますか。危ないですね、マジで。預けん手振って。あ、どうも。預けんと純ちゃんの掛け合い大好物です、ありがとうございます。純ちゃん今ずっと抱いて、抱いてるんで。何人か早速抱いてるんで。そうですね、早いですね。今日展開早い。預けん降格後、横須賀初ですかっていうね。そう、来たじゃないですか。来たんじゃない。来てるかな。放送には出てないじゃないですか、ね。はい、あ、出てない。はい、いましたけど、うん、魚の常放送か今日は。
ちょっと太ったあずけん健康顔になってるよ。あそう。みんな言われるんだけど。もう嫌だなそれ。なんでなんでなんで。健康になってます。そんな仕事してないんですか。サボってサボりまくりサボりまくりでしょ。違う違う違う。世の常です。それが、はい、預けん仕事しろよ。預けん来たってことは新旧店長対決かなということで。いやいやいや、もう純ちゃんが今、すっかり今、上半身裸で、はい、ちょっと代わりに出ておいてですね、うん、はい、預けん公園に移動になったんですかと。公園、ここダンボールのお家、公園デビューしました。公園デビュー違うでしょ、意味が。公園デビューしました。それママでしょ、うん、それあの子供がさ遊びに行くときに公園デビューって使うけど、公園デビュー違った意味の公園デビュー、公園デビューしました。今日は横須賀でお掃除ですか。そうですね、掃除します。しばらくぶりに見た預けん髪増えましたか。そうですね、もっさもさ ない増えてない。はい、横須賀からいなくなったとちらっと、頭が、出ただけだねと。頭で、今度は社長ゲストに呼んでください。絶対無理、この時間も絶対寝てますんで、ぶっ飛ばされますよ。ハローって何偉いの。ダメダメダメだよ。やめてくださいね。はい、最近のダダジーの動向はどうですか。最近ダダジー見てないですね。そうですね、横須賀にいないですもんね。いないんで、はい、フジモンどう、ダダジーいる、います。いや見ないですよ。あ、見てない。はい、はい、そうですね。最近マイホの海の島にリアルアズケンいたよと、オカルト、ひけらかしてたと。なんかダダムのオカルトってありましたっけ。ダダムはないですね。ダダムは特にない。もう打ち込むしかない。もうじいさんに頼むしかない。ダダジー呼ぶしかない。ダダジー呼ぶしかないね。うん、はい、加藤はどこなんですか。この辺ちょっとお答えできないんですけどもね。はい、はい、各自あのお店行ってね、ちょっと聞いて、はい、聞いても多分教えてくれないと思うんですけど、打ってみてください。うん、楽天の監督デーブになるくらいなら預けんが良かったわ。あ、デーブになるんですね。できないでしょ。でもデーブになるんですもんね。いいじゃない。横須賀の断密は預けんが変わったんですかと。いや、あれもあれですよ、まあ大人ですよ。大人のね、大人の感じです。大人ですよ。あっちゃん、あの人は今大会しよう、あずけんとかあべやんとか呼んで。いや、もう今いるだろ。あの人は今結構できますね。もつさんもね、できますし、うん、あの酒井店長もね。そうですね、でもあんまり言えない人もいるから。それやめましょう。あ、そうですね、はい。あれ、あずけん昨日平塚で春男と歩いてなかった。ダメだってんの。本当にさ、ダメだよ。本当にダメダメ。ダダムのオカルトは手入れでしょということでね。あ、手入れね、手入れしたのね。ストレインわらわら、ダダジーはあずけんの後を追って、フォローしてるのかもしれないなと。もう見かけたら声かけてあげてください。あずけん、あずけん、ダダムのオカルト教えてよ。ダダムのオカルトはもう、すみません、私ダダムあんまりそんな打ってないですけども。そうですね、だいたい打ってたのじゅんちゃんですからね。じゅんちゃんですからね。これもガチガチなんだ。はい、ダダジーをイタコに呼んでもらおうと。やめてやめてあげて。もうね、お客さんね、あの遊び来てほしいですから、たくさん ね、はい、最近何やってんすか。私ですか。私うろ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 ってそれじゃ伝わらないでしょ。伊勢崎にいます。あ、伊勢崎よ。今伊勢崎の伊勢崎よ、はい、伊勢崎。あ、伊勢崎の放送もですね、18日から、はい、放送開始しますので。それでは出ませんので。私出てよ。いやいやいや、もうそれはもうね。伊勢崎にいるでしょ。伊勢崎にはいます。うん、伊勢崎の夜のお店にいます。伊勢崎のあの辺にはいます。清掃終わってから夜の、清掃終わってからは夜の街に行く。夜の街に、ね、行くんで。あずけん、鮎打った。あ、いや、もちろん打ったじゃないですか。新しいやつ。もちろんじゃないですか。新しいやつ。どうですか。20時間ぐらい打ちましたよ。20時間20時間打ち続けましたから、ね、もう大パンの嵐でしたけど、ね、もうダメですよ。やめてください。絶対やっちゃダメですからね。初代の方がいい。初代の方がいい。そうですね、初代のがね、やっぱいいですよね、あのシュールな感じが。マロン、マロン、歌いたい、歌いたい、歌いたいって。あずけん、坂本さんのモノマネしてと。いや、なんでモッサンのマネ。モッサン、元気かな。もう、でもこの前電話しましたけどね。元気でした、元気でしたよ。モッサンなんか言ったら、こっち来ないのって言ったら、いやー忙しいんでーって言ってないと。何も忙しくねえだろって言ったら。でもなんかね、ちょっとね、女性の噂がありますよ。あのモッサンについに、女性の噂が、なんか生放送で婚活しようって言ってたぐらい。ちょっと毛深い方みたいですけど、ね、ちょっと待って、みーちゃんって言ってました、ね、みーちゃん、完全に猫でした。あ、猫。完全家で飼った猫。メス猫ね、メス猫だった、ね、うん、猫を映してきました、はい、バカ野郎って。ダダムの日に預けん来るなんてもう神回確定ですね。ハローって名前弱そうじゃん。やめやめやめ、預けん、あゆうた、とか海猿はよ入れてなと。海猿、あ、もしかしたらコンディションには明かした方がいいです。海猿は、海猿は、はい、入りますよ。入る、はい、本当に、はい、本当に入ります。皆さんの希望が、
中古ですね。はい、思いが届いた。あ、思いが届いた。海猿入るようなんで、ぜひ打ちに来てください。はい、いつ頃当たりますか。その頃また来ます。いや、もうすぐ当たるんで見てってくださいよ。ザザジーも伊勢崎にいるんですか。いないですね。アズケン元気、アズケンが元気よくしてると安心できるな。あ、そう、元気ですよ、はい、なんとか。伊勢崎に行ったらアズケンに会えるんですかと。いやー、そんなずっとびっちりいるわけじゃないんで、チラチラいろいろ行ってますんで。あ、他の店舗、平塚とか、はい、平塚行ったりとか、はい、他の店舗にも行ったりすると。20日はどうなんですか。およぶかも。いやいや、そう、親分のモノマネじゃないですか。いや、あの20日はあの相模原オープンなんですけど。ああ、います、います。20日は相模原にいる。あ、います。あ、ずっと。はい。あ、ということで皆さん、預けに会いたい方はね、10月20日、相模原リニューアルオープンね、12時オープンになってますんで、ぜひね。もう高橋選手と相撲を取ってますから。裸でヌルヌル相撲してますから。あ、いいですね。オープン、いや、それいいんじゃないですか。デモンストレーションでね。11時から12時の間もね、1時間ヌルヌル相撲で相撲見たい方はぜひね、相模原で遊びに来てください、はい。というか多分こんちゃんもう、3M モードなんじゃないですか。かまってあげてってことね、もうマジ無理。いや、そんなことないですよ。あ、そんなことない、全然面白い。ストレインアテンドに必死ですからね。はい、あ、もっさん猫わらわら、やっぱり獣の匂いがすると思ったわ。もののけ、もののけ掴んだっすね。バリー来た。来週バリー来て、俺たちはバリーだー、引き継がれるケース大ハンタースピリッツ。いつかダザムタウミザルで2画面放送待ってます。素晴らしい。バリーだ CR、電車でゴー打ちたいわ。あったね、電車でゴーね。 ありましたね。そういえばちょっと前に市場縄手にストレイン導入 されてたよ。お、横須賀からブーム始まったのかなってことね。ストレイン、うん、あ、そうなんですか。市場縄手店にこれ、竜王とかあれ出るんです。 3D みたいなの出るんですね。なんかエフェクトが出ますよ、ガロみたいな。はい、今来ました。どうした、聞かせてくださいって、ね、台の鍵を、ね、開ければ聞けるんでね。あの、うん、その辺はね、こうちゃんがね、気分次第で台をちょこっと開けてもらえれば。、ね、はい、どうしたって言うんでね、はい。ヌルヌルも俺も混ぜてくれよ。あ、行きましょう、行きましょう。仕事終わりに必ず行くぞと。あ、ぜひ行きましょう。相模原来てください。相模原、はい、激アツあんかけの掛け合いでもいい。いいね、ごぼうしばき合い行きます、ね。ごぼうのしばき合いに。ガロかよ、もう、ガロよいまのわらわら、じゃあ木下と藤本、あずけんって藤本と友達。そうですね、別に友達でも何でもないです。でもね、元、部下ですけど、ね、いや、部下でも何でもないです。全然部下だよね、藤本ね。忘れちゃったんですね、やっぱり声が聞こえない。どうだ、もう遠い遠い、マジか遠い。ラッシャー木村みたいな。何言ってるか分かんないからさ。ちゃんと、マジか。もうね、ラッシャー木村みたいになってるから。はい、困るよ。うん、ええげん、ええげんっつって。あ、似てんじゃない、うん、ちょっとモノマネしちゃった。、はい、ちょっとモノマネしちゃった。あっちゃん土曜日会いに行くよ。あ、ぜひぜひ、伊勢崎来てください。あ、はい、おにぎりにインド、インド渡すんですか。おにぎりと二人で行きますんでね。おにぎりにインド渡すんですね。インド渡さない。息を吐くような嘘をつく男、東、うん、健太郎。あ、違う違う。はい、あゆだいの、リスナープレゼント企画まだですか。あ、もう、もうね、あれね、もう多分もう、お店にない。どこにない。ああ、すいません。もうショベルカーかなんかでペシャンコになってるかもしれないですね。はい、この前ダダムが横須賀線に乗って、仕事つらいなーって言ってて、言ってたから寝てたよ。多分、あ、これ読んだね。モサ彼女できたんでしょと。違うんですよ、あれ、獣ですよ、もののけ姫ですよ。全然違うと、うん、いうことですね。はい、フジモン頑張れ。当たりませんね。もっと待ってください。あ、もうちょっと待ってください。はい、デュカゴとか太陽エレックだっけと。エレックですね。あれ？エレックですよ。すいません、それ専門。ごめんなさい、それ専門的なことわかんない。いや、わかんなきゃまずいでしょ。すいません、専門的なこと。太陽エレックって何のことかなと思う。ピップか、ピップかエレキ版の方かな。なんかそういう感じだと思ってたみたいな。美味しいもんだと思ってる。あ、なるほど。はい、ヌルヌル。いつも参加抽選は何時に並べばいいですか。10時半から早いな。10時半から、整理券は、11時半から、抽選でね、入場できますんで、ぜひ11時半までにね、集合してください。そうです、ぬるぬる相撲は朝の6時から。早すぎるから。早すぎるから。早いですね、駐車場で。今となってはアズケンがフジモンの部下になったんでしょうと、ね。そうですね、立場逆転。そうです。はい、アズケン関東全店に圧力ライターを、ゴミ箱に捨てておいてください。やめてください。ね、やめてください。蒲田店にどっさりありますよ、ね。ない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 、ね。まあ、あと5分くらいしかないね。アズケンはまた店長になれるんですか。いや、もうなれないですね。もうなれない、ね、もうなれないです。はい、はよ当てようと。はいはい、頑張ります。はい、頑張ります。おにぎりは調教した方がいいよ。目に余るほど噛むからな。おにぎりがすごいですよ。もうあっちゃんのこと
本当すごいディスってたから。嘘でしょ。いや本当に。で、あ、ディスってディスって言わないでください。すいません。それだいぶビビってたんでね。いやいやいや、そんなことない。もうすぐ鼻に汗かいてましょう。あ、そうそう。汗かいてね、いつも緊張で、ね、手が震えてブル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 ってもうね、ずっと緊張してるね。なんか、うん、名前コロコロ変わるって言ってますよ。あ、そう、1ヶ月に1回ですね、社長命令で名前が変わっちゃうんですよ。バカ野郎ですね。お前野郎ですね。基本は、中村おにぎりだね。おにぎりくんと覚えてください。今日ホモコンビどうしたってね、今裏でやってますんでね。今真っ最中です。はい、写真一緒に撮ってもらえますかと。あ、全然 OK ですよ。でもね、預けんとおにぎり、いや僕はいいんですよ、はい、全然撮りますからね。ぜひあの写真いいですかって一言言ってください。まあ、預けんとかサインとかしちゃいますから全然大丈夫です。僕はいいです。あっちゃん、隣の人は酒場の新人さんですか。米読み、どうもよろしくお願いします。米読みね、上手そうですよ。ちょっとやってもらいましょうか。読まない読まない、またこれからサボる気だこれ。またサボる気だぞ。この辺からちょっとね読んで、またサボる気だぞ。もうね、私も公務員なんだ。ここまでコメント読んでて、預けんのためにみんなダメか。もういきなりこんなことすら言わせるのダメだって。もうその時点で言葉もダメですからね、絶対。やめてください。フジモンの喋り方、うん、息多めで面白いな。おお、なるほど。いいですね。鼻息荒いね。鼻息荒い、うん、やばい、すいません。ちょっとした AV みたいな感じだよね。気をつけなきゃ。ちょっとした AV みたいな感じだよね。フジモンはちょっと AV とか見ないもんね。 AV ですか。ものすごい硬派なんで。あ、そうなんだ。ものすごい硬派ですよ。あ、見ないんだ。いや、見ますね。見るの？見るの？見るんだ。見ます。結構でもね、男の方好きっていうかね。あ、あ、やっぱりそっちだ。やっぱ横須賀に配属されてそうなっちゃうんだな。そうですね、だいぶみんな好きだな。この前蒲田放送でおにぎりが圧力宣戦布告、ほらしてた。宣戦布告。そんなのおにぎりなんか握りつぶしてやりますよ。おはぎにしてやりますから、ね。言いますね。清も来るの。清も来るの誰だろう。清って元新人がいるんですよ。最近新人がね、どんどん来てるんで。アーツケンとヒゲンジに共演してほしいなと思います。ヒゲンジさんもね、まあ、ちゃんとしっかり仕事してますからね。そうですね。朝の6時って老人しかいないだろう。まあいないですけど、ね。はい。龍が如く見てて疲れるなって。ああ、疲れる。ガチャガチャしてる感じかね。やっぱそういう方はね、ストレインを打っていただくね。もうシンプルに、ね、そこはもうシンプルに。はい、素晴らしい。俺初めてね、これね、どこ伊勢崎のどっかのお店に行ったらね、はい、それに入ってて、おお、お店あるんだ、入ってました、打っちゃいました。いや、打たない。決して打たなかった。そこは打たないんだ。こんばんは、こんばんは。こんばんは。ダザムと受験で、仕事忘れてました。アットロクさん、今日もかっこいいです。ありがとうございます。おかしいって、それ。おかしいよ、だから。フジモン AV 用に別個にアパート借りてるよ。ほら、またそんなのか、また。撮影用に。うん。喋んないと。喋んないし、もうさ、もう。ほぼしかいないのか、まだ。あ、ストレイン大好き。ものすごい硬派。嫌な予感。横須賀で女好きは純ちゃんだけでしょ。そうですね、独り占めですからね、女。独り占めだから、ね、食べたい放題だよ、みたいな。そうそうそう。預け本当は圧力嫌いでしょ。大好きですよ。本当にもうね、もう毎日電話かかってきますからね。会いたいよって。今日横須賀行っていい？って。今日横須賀行っていい？って電話かかってきますから。それのアマ超面白いよと。あ、アマ好きがね、出たんですね。はい。まあアマもね、やっぱ面白いと思いますよ。初当たり聞ければね。フジモンは癒し要因だから喋らないで大丈夫だよと。圧力は仕事しろ。してるでしょ。してない。ね、もう。ハロー VS 社長が見たいです。ダメだ。どっちも社長だからね。そうだね。はい。ね、8月に横須賀行った時に純ちゃんと預けんと一緒に撮ってもらった写真、宝物です。だいたいね、預けんのところには画鋲でこう何個かね、穴にピッピッてやったらリアルな穴開いてますから、ね、ダメですよそれ。預けんクパーってやって。ダメ。あれ 2% だったらいいけど、クはダメでしょ。預けお守りにしたいんで髪の毛1本ください。何でももう拾ってってくださいな。龍が如く、あ、これ言うんだ。預けん給料減った。へえ、まだもらってないですね。はい。圧力の上司顔、結構かっこいいこと。おお、嬉しいですね。やっぱり龍が如くビジョンといい、役物といい、ガロンにしか見えないと。まあ似てるね、確かに。役物みたいわ。この辺読んだかな、大丈夫かな。はい。小当たりかな、ダダム。預けんのみに連れてってと。いや、別にいいですけどね。はい。預けん、卒検受かったぞーと。おー、おめでとうございます。でも、仮面の学科1回と卒検の見極め4回落ちたぞ。頑張って頑張って。まあ受かったんだったらいいじゃない。はい、そうですね。記念に預けんと圧力中止よ。何の記念だよ。ぜひぜひ。ちょっとそのストレイの演出初めてよということで。あ、どうですか。なんかその脱ぎ演出、うん、
ジュンちゃん脱いでるよジュンちゃん脱いでるよ女の子がはい、ちょっとそのストレインの演出あ、これ読んだ、アトロクピースしてよ、はい、ダイブ、もしや、海猿ですか圧力、平塚でサボってガロ打ってたとあそうですねあのサボってじゃなくてですねちょっとねあおにぎりと一緒にやってたんでねあーそう、はい、昨日預けんて二次元で抜ける抜けないはい、卒検合格おめでとう気候の放送好きで見てるときは、毎回見てたけど金曜は見ないって決めたよあの店長無理だわそんなこと言わないでそんなこと言わないでもう関西では大人気ですよそんなこと言わないでよ、店長面白いんでね金曜日って、はい、伊勢崎いや違います鎌田ですね鎌田、まあ、だからちょっとあのね関西のこのバッて言い回しがね、そう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 感じる時あるかもしれないけど、でもまあ意外とまあ個性的なね、店長さんですからスルメみたいなもんそうそうそう、ね、もうねあの幼女の話とかしたらもうね止まらなくなっちゃうんでね、ぜひツッコミ入れてあげてください、はい、どいつもこいつも金色に寄せてるよな確かにね、まだ給料もらってないって笑い1ヶ月前も言ってたな笑いやいや仕事ないんですね、はい預けてバチリコが人法庁みたいな顔してるなどういう顔だどういう顔してるのジジイばっかりじゃねえな、バケモンばっかりだろ、アグネス今来ました今日純ちゃんいないんですかって純ちゃんいるだからもう何人目それで、3人ぐらいじゃないですかもう、もちろん、ね、4人目いっちゃいましたパンパンしてるんでねちょっと待ってください、ゴロどうしたと誰ですゴロビッグゴロあビッグゴロですかビッグゴロはちょっとスモールになっちゃったあスモールちょっと見えないだけです見えないだけ見えないだけであなたのそばにいますはいいますよ見えないだけアズケン関東全店のコーヒーレディを手に出してるって本当ですかとわーいいないやそれ本当ですねいいな、卒検おめでとういや普通に、MC 無視して台に集中してたよというまあね、まあ、それはそれでね、まあ、店長の色っていろいろあると思うんで、ね、まあそうですね、はいゴロはどこで清掃員してるんですかと清掃ではないです警備員の方ですね多分駐車場の警備の方部署近かったそうですちょっと清掃と警備員部署がちょっと違っちゃったんでねやってるなかなかね、最近会えないとかね、いうことですね、はい、まあ、いろいろあっていいですね、キコーナーね、そうですね店長の後のね、ご仕事がいろいろ残ってまだあるんですよ、まだあるとかね、はい、あずけんはコーヒーレディに手入れしてるんじゃ、わら手入れ手入れはダメダメ、なんかち、家に小さい人いると思ったらビッグゴロさんだったのか、わらわらそうです、ケビさん、ケビさんあずけんを、キコーナーナンバー2にしろなんでないそれあ、それ本社に電話してくださいやめても、やめても、また潰れるわ店長集結で、リアルスモールになっちゃったのかなっていうね松浦って人は、高圧的に嫌いですあ関西のねうちの MC なんですけどねあれもキャラクターですからね、皆さんそういうね受け入れてあげてください、ね関西の松浦、あのや MC の人ですかそう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 、ね、あみんなねいろいろキャラクターみんな同じだとねやっぱり番組も面白くないの で、ねまあ、いろいろなキャラクターでみんなやってますので、ねはいはい、よろしくお願いします、アンダーツリーは大卒の方が出世早かったりしますかとまあ、どうなんですかこの辺はちょっとやっぱ就職とか考えてたら気になるところだと思うんですけどいやでも全然中東の方もやっぱこう、はいはい、どん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 上がっていけるところだと思いますよ。だ誰にでもチャンスはあると。そうですね。すね私何真面目なこと言ってるんでしょうね。ちなみにね、預けん中卒聞いてますか？預けん中卒だから大丈夫。中卒だから誰でも店長になれる。そうです、ね、大丈夫。春男と預けはどっちが偉いんですか？圧力は最高に好きでありがとうございます。フジモンがちょっと汗でやってくるんでその名前出すと。ちょっとまあ、大丈夫みたいな顔してこっち見るんで。預けんは手入れっていうか指入れだろうと。危ない危ない危ない。危ないよ。2本。2本とか言わないもん。松浦さんとアトロキさんと預けのコラボを見てみたい小声とかああ加藤に呼ばないと松浦さん来てもらったら面白そうですね。そうですねあのちょっと淡々とした感じのね、そうですねまあ来たい来たいと言ってるんですけどやっぱりなかなか忙しくてですね、来れない状況ですね今ね、預けさん2週間ぶり今日元気ですねおー元気ですよはい全然いつも元気ですよ、松浦もいいけどアトロキが面白いからこっち来てる、25歳 OL おーちょっと後であのツイッターで DM くださいいいなハロー聞いてるか龍が如くのメーカーってどこですかで太陽エレックですね、預けの店長、預けが店長だったらエヴァナイン何台入れてるとエヴァナイン何台入れるエヴァはまだ展示会まだ、ね、明日ですはい、うん、エヴァはまあ見てないんで分かんないですけどまあまあまあそこそこじゃないですか、ね、あでもなんか聞いた話だとすごいいいみたいですよ今回のエヴァは、まあ そ, ね、そこそこなんで、はい、そこそこなんで40台ぐらいじゃないですか40台だいぶ入れますねだいぶ入れますねはい、うん、ということでね、今度店長だったらどのぐらい入れますかあまあ10はいきますよ10以上10ぐらいはいくおご期待くださいよ、はいねはいちなみにトークが盛り上がっていますがダザム安定の同じ画面続きですね
そこは安定なんで長い目でね、長い目で見ていってください。うん、こうちゃん頑張って当たるまで辛いけど、うん、今日なかなか当たらないですね。あずけんファンの女子大生だよ。あずけんのあそこの龍が如くを、カットして、軽くレアで焼いて気候の蒲田店の入り口に放棄して、破棄しといたよということでね。もうすごいね、すごい嬉しいけどもね、切ってもまだ動きますからね。女子大生気持ち悪いから。女子大生だっていいの。春男ってズラ部長ですか。違います違います。愛するものよ死にそうらい圧力と預け、左の読める、あ読めるよ。うん、コーヒーレディは継続率何パーセントですかと。89%じゃないですか。そんなにだいぶね高継続だね。ズラは山下部長だ。ダメだってだからもうそのねよく見てるな。名前はダメ。ドリームジャンプボックス入れて預けんと。ああもうでも再販ないですからね。ないですねあれ、うん、あれでもいいみたいですね。でもほらハーデスが再販決まりましたから。そうですね。あとあれもあるじゃないですか。何ですか。似たので、アレジンアレジンもちょっとこれ変なこと言えないですけども、よかったですよ。アレジンよかった。よかったですよ。本当に。はい。ああじゃあねぜひアレジン導入された際に言ってほしい。某ゴッドみたいな感じですよ。うん、ああゴッドのシステムに。某ゴッド。某ゴッドですよ。もう似てるというね。ああ富士商事からいくらもらったんでしょうかね。これね本当にね。ダダマエースループが持ち味だったり、持ち味なんだねやっぱり。そうですね。エヴァ40降格だね。チェリクシャエボラになったんですか。エボラです。ジュンちゃん、お仕事終わったらまた出てくれますか。出ますよ。今来ますよ。はい、圧力が読めてる。風邪ひいた。引いてないよ。春を照らしてこれねやめて。危ないからね。お尻、富士はリングに続き、スルーヒットしそうだよね。うん、うん、アレジンもモロゴッドじゃんわら。そうですね。アレジンの方が良かったですね。開発の人もね、うん、今そういうところ行ったら、はい、あれみたいですけどね。ちょっと力入れたみたいですけど、ね、ああ開発陣も力入れて作ってるそうですね。小ひれの継続率はクパーやろと。クパダメだ。エヴァ導入されたら横須賀にも打ちに行きたいなと。ぜひぜひ。ぜひぜひ来てください。南春を呼んだ。呼んでないですよ。呼んでないです。サミー版ゴッドと言われたロストアイランドは今息してますか。僕はゴッドより好きですかと。息してないですよ。あれ稼働光景めっちゃ短かったね。ロストアイランドですか。うん。でだって同じ匂いがするんだったら。アレジンもダメなんじゃないの。いや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 、そんなことない。違います違います。全然違う。違います。やっぱりちょっと違いますよ。音も、うん、やっぱりあれは音がいい。ピュルッピュルッとつてました。早くしたい。ちょっとでーってててててーっていうのがちょっともう、そこも一緒だね。もうそこまで一緒かっていうぐらいまでなっちゃってましたからね。はい、あずけさんって何歳ですかと。私30。なんでこれ言うかな。なんで俺隠したかな。なんで俺今隠したかな。37。そうですね。はい、37歳。うん、あずけ毎日部下のお尻ペンペンしてるんでしょ。そうですね。はい、この、ダイブモードは何レベルまで上がったら熱いんだろうかと。これね、あんまり上がっても意味ない。意味なかったです。6ぐらいまで普通に上がるんでね。そうですね。結局竹屋の営業から総額いくらもらったんだ、あずけ。200ぐらいですね。200ぐらいね。はい、ジュースぐらいですね。そうですね。圧力さん、ダダムのテロップ間違ってる。どれどれ。何？テロップ？なんて書いてあるの？そこ、こうの漢字が違う。光？ギャロップって感じなの？違う違う、光じゃない。ごめんね、ごめんね、ありがとうございます。いや、よく見てるね。光だね、これ。合コンのストレイになったのね。はい、やめてやめてやめて。あずけん奥さん元気ですかと。そうですね、元気ですよ。はい、こんちゃんは営業中声かけてもいい人ですか。あ、全然いいですよ。全然声というかね、本当に下半身触ってあげてください、ね。はい、お願いします、本当。ジュース200本ですかと。よく聞いたんで。あずけさんは部下は何千人ぐらいいるんですかと。何千人いないですよ。何千人もいないです。でも直属の部下って今いるんですか。直属の部下はいないですね。そのグループっていうかチームなんで。チームの、はい、もう末端ですよね。末端。末端の底辺に言う。その部署の底辺。その部署の底辺。底辺所属です。清掃部ですか。清掃部って見習いなんで。そうですね。はい。私も預けのファンの女子大生だよ。身長179センチ、体重87キロ、ベンチプレス100キロのダイナマイトボディ。かわいいじゃないか、かわいいじゃないか。いいですね。頼もしいじゃないか。いいね。オリンピック目覚ましょう。頼もしい。ガロのエナジードリンクありますかと。ガロのエナジードリンクあるんですか。景品かなんかですかね。あるのかな。うん、名前が違う CR ダダムでしょ。そうだよ。まったん、ダン
なんて言うんですか、弾痕弾痕200本弾痕ね、あ、見てくださってますね、はいはい、ダダムに見入ってふと左の画面見たらお尻って表示されててさすが横須賀って思ってしまったな、吉田沙織かなというかね、そうですね、沙織ちゃん可愛いですよね、うん、はい、安倍庵も底辺仲間ですか安倍庵はもうそうですね、懐かしいですね、そうですね、懐かしいですね、剣王偵察隊みたいな立場なんですかと、まあまあ同じような感じですね、そうです、同じようなもんですね、木戸天皇のストレインみたいになってたね、バラ、元気の出る一言お願いします、お、藤本ちゃんお願いします、元気の出る一言お願いします、元気、元気、うし、元気、うん、元気の出る一言お願いします、元気の出る一言一発、うん、うし、カメラに向かってお願いします、カメラに向かって、うん、PRTZ でお願いします、フェアリディ Z、 フェアリディ Z、 すいません、こういうそれは個人的に元気になるんですよ、え、それなんで、車買ったとかそういうことかな、上藤本、上藤本、上おお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 お事故はね、やばいやばいやばい藤本、はい、小牧よりちょっとコメント多くなってきたやばいよ藤本の一発、一発ちょっと。チェリキチよりもね、チェリキチよりもちょっと。藤本薬やってんのか。ぶち込んだな。ちょっとぶっ込んだな、おい。やってます。大丈夫か、完全にやってますよ。もうやめて、藤本のライフはゼロだよ。ここは、ハローチャンネルですか、違いますよ。次元が高すぎて、次元が高すぎてついていけない。そうですね。チェリキチに続く放送事故か、わら。どうした事故ったな。お疲れ、あれ、あちゃん、あれ、圧力仕事してんの、してんの、してますよ。性癖癖、バレてクビになったんじゃないんですかと。まだバレてないから大丈夫だよ。フジモン、酒飲んでるんですかと。酒飲んでませんよ。はい。お酒好き、お酒大好きです、あ、大好き、ね、大好き、はい、大好き、はい、ロレツ回ってない感じですね、もうね、やばいもうやばいよ、俺どうしよう、今なんか俺振ったのになんか俺がやけどしたみたいな感じ大やけどした感じする、はい、ベースオブフジモン、ごめん本当に、あの時預けにひどいことされた被害者です、罪を償ってください、あ、そうですか、ありがとうございます、いつだいつだ、一緒に抱いてあげますよ、アベヤンっていう人、何があったの、悪いことしたの、知らないなど教えてくださいってことなんですよ、まあ、普通にね、何もしてないですよ、そうですね、はい、お店の中でボーリングやって失敗したみたいですねガーター出したら、はい、何そんな会社やだ、そうです、ガーターで首とかね、フジモンは、的中、的中力大きいな、どういうことだ、フジモン、こいつ危険な香りがするぞ、預けは、いつ左遷されるんですか、いつかいつでも左遷されます、私は、預けなんでおるんと、なんでいるって来たんね、ちょっとあの用事があってちょっと来たんです、こんちゃんはお酒飲むんですかと、見た目強そうだけど、あんま飲まさない、あんま飲まないですね、あ、お酒あんま飲まない、お付き合い程度、飲みそうですけどね、よく言われますね、でもあんま飲まないですよ、はい、あの外でしか飲まないです、あ、家でとかは晩酌とかはない、はいはいはい、ちょっとね、だってもうかちょっと肝臓悪そうな感じですけど、ね、酒絶対バーッて飲みそう、まあまあ、たしなむ程度ですかね、たしなむ程度ね、はいはい、気候なんて移動遅そうだけど社宅か、家賃補助とかあるんですかと、なんでそんなリアルな話してるんですか、就職を考えてるんですよ、あります、ありますよ、そういうのしっかり、ふっくりこうして本当にしっかりしてる会社なんで、ね、本当にね、就職とか考えてる方は本当にいい会社だとぶっちゃけ思います、お金もらってました、ま、誰が、俺が俺はもらってないです、ね、僕はここでうまくやって次の就職あ、なるほどね、アンダーツリッキーですね、はい、よろしくお願いします、ね、フジモン今新築だっけ、新築のアパートに住んでます、あ、新築の社宅に住んでる、はい、すごいね、いいですよ新築、はい、店員飲酒発覚で預けが降格しちゃうよ、なんでだ、なんでだ、フジモンがチェリキチ臭プンプンするのは気のせいですか、あ、気のせいじゃないですね、気のせいです、チェリキチ、課金くんゆとり方のフジモンニュー、キコーナの危険分子ですね、あ、まあ、各店のね、新しい新人、ね、そう、危ない感じになってます、はい、預け AV 制作会社立ち上げるのいつですか、立ち上げたいような俺な、立ち上げようかな俺、まあ男優は純ちゃん専門ですけど ね、 ね、はい、ストレインって第2はエヴァンゲリオン出ないんですかと、エヴァンゲリオン、はい、まあ、似たようなの、このキャラクターですか、エヴァっぽいのは出ます、っぽいのは出ますよ、ではコンちゃんは揉むのは好きですか、揉むのは好きですよ、大好きですよ、預けは社長と揉む、社長とためですかと、違います、違いますね、はい、よく店舗で何周年とかあるけど横須賀は何周年ですかと、横須賀ね、言っちゃっていいのかな、でもまあ何周年って言い方あれですけど、作っ、できてから何年経ってるんですか、うん、
もう12年ぐらい経つんじゃないですか。12年、はい、あ結構じゃあ朗報ですね。もうそうですね、この名前も違ったんでね。あ前は違う名前だったんだけど、コーナーの名前もちょっと違ったんで、はい、それで12年だと結構ねもう長いですね。はい、はい、本当にあのエリマネーターが、はい、鈴木エリマネがまだ社員とか主任とかで、あまだ店長とかマネージャーじゃない頃に、そうですね、ゴリゴリやってた、ゴリゴリやってたお店だったんですね。はい、あっちゃんは入銀関東版に行くつもりですかってかね、行かないですよ。あずけんは最近プライベートで何打ってますかと。私ね、打ったのが最近打ったのが何だろうな、あ浜崎打ちましたよ。あ浜崎打ちましたし、はい、あと何だろうな、スロットは何だろう、あラブジョー打ちました。あラブジョーね、はい、うん、あとはあと、あと打ってたのが何だろうな、あカメライダーも打ちましたゴールド。あもう遊んでますから仕事しないでね。皆さんこの人仕事してないですよ。カメライダーゴールド。カメライダーゴールドめちゃめちゃ辛かったですけど、ね。カメライダーね、うん、あのゴールドバージョン出ましたからね。こんちゃん大変だな、フジモンとかチェリーとかコムとかやばい若手ばっかりじゃん、預けみたいにハゲ散らかさないようにしてねと。あ分かりました。はい、はい、ここあたりで、マリマリ出して、マリマリ今日いないですね。いないですね。貴重なオーナーの三木谷です。皆さんお疲れ様です。預けんくん、悪いんだが。来週からカンボジア支店に行ってきてくれないかい。行きたい、はい、ありますね、はいはい。フジモンはマリマリとチカちゃんどっちがいい？マリマリかな。あガチで答えてる。あんちゃんはあこれ言うんだ、はい、入ってない、入った入った入った、はい、入ったごめん、はい、じゃあもう何そんなズボンちゃんと、チャックは開いてるからさ、開いてないから絶対閉めた方がいい。じゃあ2人入ってくる、2人絶対閉めた方がいい、はい、そればっかりは。はい、はい、チカちゃん放送はようだって。ああ久しぶりだね、チカちゃん放送。はい、チカちゃん出たことないでしょだって、ね、え見てないの、見てないの、見てないの、あの神回を見てない、あの神回を見てないから、そう嘘ばっかり、神回を見てないの残念です。はい、ゴリマネ元気ですかと。元気ですよ、元気ですね、元気ですね、はい、どこまでんのかな。フジモン酔ってないならエヴァはどこの会社が出してるか分かる？とエヴァ、フジモン、あれちょっと待って、フジモンのカメラ切れてる。あ、本当だ、フジモンがそんなこと知らないわけないですよ。フジモン、フジモン、ハルヒとかの同じメーカーです、ね、はい、お、なんて言ったことあるそれ。あれなんて言ったかな、ほら、もうちょっと頑張って、ふいに振り向いた、入ったでしょ、うん、確かそんな名前だよね。すごい、ちょっと待ってください、優しい会社ですね。優しい会社だ。あっちゃんカメラ調子悪いな最近。そうなんすよ、すいません、ちょっと待ってくださいね。藤本結局答えは何だったんだろう。あー、じゃあヒントも分かる。今日楽。ああ残念。フィールズです。ね。そのね、その今日楽って何のヒントですか。いやいや、もうそれ純ちゃんの言葉ですよ。今日は裸ですっていう。いやいや今日も裸です。なことは言うてへん。CR ね、CR 純ちゃん。そこの女裸になれっつって。いやいやいや。でもあれは面白かったですね。三世から出る。違う違う、女だらけのやつは面白かったね。あ女だらけの水着大会、あれ面白いですからね。あれ面白かったですね、意外とね、うん、違う、これ当たったんすか。いやまだです。あどっちも当たってない。はい、なんか熱いのは見せれたんすか。いや全然ですね、見せ場ないですよまだ。やばい、今日は河野店長調子悪い。そうですね、どっちも何にも起こなさすぎだって。ああそうなんや、全然あかんよ、フジモン。CR、龍が如く剣山はなんかガロみたいなビジョン出たな、つって。うん。圧6はマイマイいける、つって。マイマイ？うん。マイマイ？マイマイって関西の人でしょ？あ、関西の MC ですね、マイマイね。片つむりでしょ？まあ、いけます、いけます。人妻ですけど。へぇー。はい、出て。どこまでやるのかな。あっちゃんも、昨日おととい、遊んでたよ。遊んでないでよ。帰るって、じゅんちゃんだ、お帰りなさい。ありがとうございます。どうも。フジモン消えた。あー、じゅんちゃんと預けの絡み久しぶりだなと。あーどうも。そうですね。久しぶりですね。ちかちゃんの髪を染める髪会だったね。そうですね。何それ、なんで知ってるの。エリゴネ、これ真似て関東帰ってこないんですかと。あ、エリマネ関東にはあんまり帰ってきてないですか最近は。そうですね、いやでも帰ってきてるんじゃないですかね、やっぱり
ヒント3強、吹いた吹いた、藤本0点、ストレイン個人的に好きな台だとありがとうございます。兄弟4強殺、竹谷って言わないと藤本、あっちゃん、新生、あ、ロフじゃなくて新生、ごめんね、ウィスパーボイスだな、女だらけの、水餃子焼き鳥が、カメラトラブルとか多いからちゃんとしろって定例で言ってるんだよ。そうなんだけどね、そこないんだよね、1時間何もなし、なんだこれ、レベル7で潜伏じゃないんですかってことなんですけどまあ、潜伏じゃないですね、レベル何でもありやん。龍が如くふんどしみたいのにとザザムは、手怖いからな。ジュンちゃん今日仕事でいろいろミスしちゃった私に一言。頑張ってください。はい、頑張ってください。もう完全もう今日見てくださいよ。え、会いに行って変なことされますよ。なんでやねん。危ない危ない。マツンクライター違うよ。カタツムリ笑い、カタツムリでしょ、マイマイぶち切れるよ。コンちゃん、ダダムバ頑張ってと。頑張ります。はい、はいはい。じゃあどうですか、二人は久しぶりに会ってどんな会話するんですか。いやもう今日何人目って言ったら、ああ5人目っす。いやいやいや、はって言ったら、そんなこと言うてへんや。いやで、あの新しいビデオ出たんで買ってくださいね言ってるんで。そんなこと言うか。昨日あの新宿で撮ってきたんで、昨日は人妻の会でした。いや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 、やっぱ大変っすね。いやいやいや、すごいなと思って。えらいチャラいチャラい。人妻の会は大変っすよ。まあ若い方がいいっすわ。言うわけないで。新しいビデオはな。じゅんちゃんに質問。逆に抱いてない女の子教えてください。いやいやいや、いない。いない。大体抱いてますよ。ダダムの解説よろしく、じゅんちゃんということでね。ダダムね、あー分かりました。はい、出たら全然言いますよ。なんで預けの隣に小籔がいるんですか。ありがとうございます、明日も仕事頑張ります、泣くということね、ありがとうございます。あー別のことで泣かされますよ、本当に。横須賀店の待合室に何人待ってましたかと。今日結構いましたね。今日いましたよ。今日はね。なわけねえだ。5はいましたよ。捕まるやろ、そう。じゅんちゃん、タフだな、わらわら。呪いのビデオだったりして、リング 3D。近藤さん、おはよう。パコバスの新作見ました、じゅんちゃん大好き。ああ、やっぱりありがとうございます。嘘つけ。ありがとうございます。嘘つけ。すごい売れたって言ってましたもん、絶対嘘やん。じゅんちゃん、放送中なのに抜け出して会いに来てくれてありがとう。いや、なことね、仕事してたし。石野店長めっちゃチャラ造ですな。いや、なことはない。なんで知ってる。じゅんちゃんぶっちゃけこの中で一番モテると思ってるでしょう。思ってないですから。思ってます。思ってない。じゅんちゃん、ネイマールにズタボロにされた日本代表にも一言ください。いやまあネイマールはすごい選手なんでね、まあしゃあないっすよ。まあしゃあない、しゃあないっすよ。いやいや、そんなことないっすよ。しゃあない、しゃあない。あずけんかじゅんちゃんに一番見てほしいアニメ何。あずけがじゅんちゃんに一番見てほしいアニメ、じゅんちゃんだってアニメそんな見ないですよ。いや最近見てる。最近見てます。最近見てる。最近見てる。違う違う、見てる見てる。アニメとかあえぎ声が違う。もうね、アニメとかシネマが好きだとかって言ってもそれ言えばもう女の子だって。それだってあのね、のんのんかなんかに乗ってたもんね。こういう男は女が落としやすいみたいな。これを言うと女がすぐ寄ってくるみたいなこと言ってた。あ、これいいね。何言ってんの。何言ってんの。もうアニメとかね、あのこの前、この前あのもうそろそろアニメ系のあの女子攻めるかなんて言ってたんで。ああ、言ってた。そっちか、やっぱり。それあのどんな女子か知りたいですね。そっちか。アニメ系の女子って何。オタ姫だわ。何オタ姫。そうそうそう、ちょっと秋葉原で攻めるかなつって。いやいや、それはない。じゅんちゃん、ケースキーパー川島に一言ください。ケースキーパー、残念ですね。残念。はい。じゅんちゃんは下から、下は何歳、上は何歳までいけますか。いやーどうすかね。上は僕、上何歳までいけるんやろ。60歳でもいけます。いや無理でしょ。いけるに決まってんじゃない。無理でしょ。いや、いけますよ。カメラ回ったら、カメラ回ったらいけるでしょ。そんなのいけるに決まってんじゃない。カメラ回ったら、カメラ回ったら年とか関係ない。俺はプロだぞ。俺はプロだぞ。石田プロ、石田プロ、俺はプロだぞ。石田プロ、そんな愚問を投げかけるだろ。怒ってる。なことはない。じゅんちゃん受けつ、おた姫、おたさの、あ、おたさの姫だね。おた姫いるんだ。じゅんちゃん、ネイマールに負けてないよ。昨日は5発だったよね。スロットは今何が一番動いてますか。スロット、まあでもやっぱシンデレラブレイドですかね。
純ちゃんは研究熱心だな、わら。純ちゃん営業中にイケメンが来たからって、立ったままズボン、のチャック下ろさないで。いやいやいや、変態やん。クリームレモン見てるんでしょ、石田プロ、石田プロ。いやいや、やるだけなら14歳ぐらいの体が出てるんで、ね、危ない危ない危ない。あ、でもね、これ純ちゃん、女たらしにみたい言われてかわいそう。ほらね、これは、僕が以前いた店舗のお客様ですけども、違います、はい、僕のこと知ってるんでね。あ、そうなんですか、はい、だから、ね、ちなみにこの方は男性女性どっちですか。あ、女性です。ほら、残念です、本当にもうすいません、はい、女性ってあれですよ、はい、夫婦で来られてる。え、夫婦で来られてるお客様ですね。あ、別にね、そんな旦那さんいや、おかしいやろ、おかしいやろ旦那なんだそれ、旦那さんに向けて。いやいやいや食ってるなと。純ちゃんは下は何歳までいけるんですかと。まさか養女いけますかと。はい、いや無理でしょそれは。ダメですよそれは、はい、絶対それはダメですよ。そうですね、それはいかない、お酒は二十歳になってから。そうですよ、昼顔妻ですか旦那さんは。純ちゃんは大谷バリの二刀流。なんだ、誰大谷は。知らない、大谷知らないの。知らない、日本ハム。あ、知らない、嘘でしょ。あ、その坊主の、坊主ですか。坊主のってざっくりでしょ、ピッチャーとバッター両方いける、ね、そうそう。あ、知らない。あれ、ピッチャーとバッター両方いく。要はピッチャーやりながらバット投げんの、バーンって。いやいや、それダメでしょ。知らないの、それ違う。ネイマール俺が抱いてやるって純ちゃん言ってたよね。いや、ネイマールめちゃめちゃかっこいいですよ、ね、あ、ちょっと待って、なんか龍河君とか熱いって言ってるよ、うん、フジモンなんか言えよ、うん、なんか熱いんじゃないの。熱い、熱そう。ヒジさんだって、阪神ズタボロにされた、読売ジャイアンツに一言。いいんちゃいますいいんちゃう。え、お前さ、阪神ファンが、阪神ファンが乗り込んでくるよ。そうだよ、そんなこと言ったら。いや、私阪神ですから。嘘つかないよ、もうそういう風に言っても阪神の方もこれも全部もらおうみたいなね。おかしいやろ、おいみたいな感じで。領事はあっちゃうんでしょ。千谷龍河ごとく健三なんか熱い。赤木地さん、純ちゃんの安定の知識バラ。近藤さんはいつもまたニコ生に、出てきますか。近藤さん誰ですか。近藤正臣ですか。近藤さんって誰。近藤正臣って誰。近藤さんが分かんないな。近藤さんが分かんないですね。 オープンの時一回出たね、そういえばね。あ、そう、近藤さん、うん、あっちのキコナルのオープンの時に出た。確か出た。その近藤さんね、うん、あ、うん、近藤房之助かなと思ったね。え、でも早番ですか。朝が多いです。朝が多いです、ね、なかなか ね、 なかなかね、無理っす、ね。ジャイアンツ俺が抱いてやるって純ちゃんインタビューして。いやいやいや、さすがですね、あずけんさん、うん、大谷知らないのかと。以前の純ちゃんしか知らないんだなと。今は本性むき出しだよっていうね。横須賀でもうね、本当にね、もう頑張ってますからね。ひどいことになってますよ、本当に。はい、ほら、阪神ファンですが、聞こえない、二度と行かないです。なんでなんで相当怒ってるよ。ジェンちゃんは阪神派ではなくて、下半身派、うまい、ね、下半身派、うまい。もうね、ちょっとやめろよ。下のビッグタイガーが怒りますよ、今日も。ね、次がビッグタイガーや。ビッグタイガーが怒りますよ。横須賀の龍が如くのも純ちゃんですからね。そうですね、夜の龍ですから、ね、怖いな本当、はい。純ちゃん獣ですかと。いや、なことはないですよ。純ちゃん逆に、何のことなら詳しいんですかと。あ、何のことドラえもんのことなら詳しいですよ。ドラえもん、はい、ドラえもんのじゃあ道具10個言えます。いや、それ言えますよ、余裕じゃないですか。何言えないよ10個。ドラえもんがまず一番最初に出したアイテム知らないですか、うん、知らない、知ってる俺な。はい、どうぞ。タケコプター、テンガー。だろ？ドラえもん一発目テンガー出ちゃう。テンガー。いや、もう横須賀その下ネタばっかり。どこでもバス。でででってね。入らへんやろバスが。マジックミラー。おかしいやろ。どんなんや。でででででで。そんなことあるか。女の子、女の子、女の子ってどんだけリピートしてるんだよ。どんだけリピートするんだよ。出てくる、おっぱい女の子出てくる。いやいやいや、出てくる。女の子、女の子。あのね、4次元ポケットそんな入らへんか。おばあちゃん。いやいやいや、ちっちゃいおばあちゃんでいいから。いやいや、エロエモン。エロエモン。エロエモンな。いやいやいや、おいで、おなごきじさん、あずけん全開だなと笑いこらえるのきつい。やっぱな、出てくんだから。何だったの結局、出たの、出したの。何ですか一発目。
夢、夢とかって言うんじゃないでしょうね。え、夢を出した。いや、一発目だから今野店長言うたやつ。あ、竹ゴンタ合ってました。へぇ、最終回は何出した。最終回は知らない。いやいや、だから、あの、人が喋ってんの。最終回、最終回は知ってる。はい、のび太のまま、裸のまま出して。いや、おかしいやん、なんてことしてるんだ。何しにママが出てくるんだよ。ママバスタオル巻いたママが出てくるんだろ。違う違う、最終回は、道具は出さないですね。うん、何出す。いや、ドラえもんが22世紀に帰ってしまって、でもこれなんかトヨタの CM なんかでやってたね、最後、はい、もうドラえもんには頼らないんだっつって。はい、いや、ね、だけど帰ってくる、帰ってきてっていう部分です。あれ、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 でもなかなか熱い、でも熱い、なかなか熱いチャンスかなと。うん、ママ、もう払いたいわら。昨日のあちゃんの赤堀うさぎを、放出させる、あ、そうだね。じゅんちゃんの下半身は、猛攻打線ですかと。なことない、今日当たりましたか、まだです。エレモンわら、ゲラゲラ、ダメだ、預け最高すぎる、笑いけ笑すぎてつらい、笑いこれのがきつい、預け天才だなと。何人女の子入れてるんだよ、わらわら。おかしいやろ、入らへん、エロエモン。エロエモン。CR 龍が如く剣山、熱い熱い。おー、ほら、おー、熱い、熱対決、熱そう。ガロじゃねえか。あずけんの動画面白すぎて本当の話が頭に入ってこない。最後に出したのはドラチルドラチル。先生でも本当になんか、ね、ドラえもんそういえば全部見たんね、本。僕は、はい、全部見てますよ。はい、意外とドラえもん大好きな。あ、でも声変わってからね。あ、まあ、そうそう、ね、ダメっすね、はい、ダメっすね、やっぱね。テレテレテレ電動ダメだろこれ。読めないよ。オッケー、ダメだよ。そうなんだ。なるほどね。あ、ちょっともうこれそろそろほら、ちょっとね、いいとこ見せてほしいですね。当たるよ。それさ、十字ボタン押してみて、なんか確定を出るかもしれないからさ、そうしてみようよ。またおかしいやん、それ。押してみよう。十字ボタン押して。なんかボタン押せってなったら。出ない。出ないな。いやいやいや、まだね、逆転パターンがあるかもしれない、はい。うん、大阪の方が謎の大喜利始まったのでこっち来ました、いらっしゃい。謎の大喜利。天下天下、どこでもバス払いたい、ミラーゴわらわら。ドラえもんのプロジェクトで実現しているアイテムは何でしょう。2つ答えてください。あ、なんかそうだ、あるんだね。あるんですか。あ、知らない、知らない。あるある、そういえば言ってた、今実際にある。すげえ、 あるあるんですよ。 あ、そんなん知りたい。藤本何だと思う、ドラえもんの今実現してるもの。いやー、なんだろうな。例えば何だと思う。もしもボックスとか。あのさ、結構もしもボックスあったら結構なんかで悪用されるよ。もしもボックスって何ですか。もしもなんとかこう、何々って言ったらそれが本当実現しちゃうみたいな。それ欲しい。もしもボックス、うん、それ電話ボックスみたいになってる。そう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 、そうです。ジュンちゃんはそれで撮影しましたからね。なんでやねん。もしもボックスで。なんでさすげーやねん。テレフォンなんとかってやつ。そう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 。で親子丼。親子丼もまずいからね、本当に。まあ、ジュンちゃんよくやってますけどね。うん、いやいや、いやでもほんまに、あ、タケコプターじゃねえか。タケコプターじゃない。ありえるよ。あ、透明マントとタケ…え、透明マントなる。あ、それステルスのあれじゃない。ああ、でもタケコプターは確かタケコプターはあるな。できないんだって。風が下に強すぎて、はい、できないって、なんか、はい、なんかの動画かなんかでやってたよな。あ、そうなんですか。うん、わないわないわ、これは外れたからスモール、スモールライトじゃん。それもない。なことある。いや、あるあるある。ない、スモールライトある。ない。もう、ね、照射したらもう静かになるから、もう。じゅんちゃんですね。じゅんちゃんに照射したらすぐ小さくなるから、はい。はい。はい。じゅんちゃんは独身？何？何？何？いやいや、なんもないです。タケコプターは頭が、飛んでいく。ね、タケコプターは頭皮が、そう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 。テレテレテレ、北極に行こう。じゅんちゃん、スマホやタブレットで、できたタケコプター体験やったと。あ、やっぱあるんや。テレフォンショッキング、コンちゃんも、苦戦するダザム。そうですね、はい。引きのコン、コンちゃんが苦戦していると。そうですね、透明マントということか。ダザム反抗期かなと。緊張してるのかな。そろそろ来てくれるかな。反抗期来ますよ、見せますよ。あ、いや、もうやばいなこれ。じゅんちゃんのメガネもエロエモンのアイテムでしょ。なことはない。待って、何でもメガネですよ、ね、透けて見えるですよ、それ。いや、それなんか前言うてましたね。透けて見える、ジュンちゃんも透けて見える。テレテレテレ、あっちのクライター、タカプタは実際には体が回っちゃうんでしょうと。あ、そうなんだ。龍が如くの音量もっと大きくしてほしいです。うるさいな、ちょっとうるさいね。
じゅんちゃん、時を止める系の AV って本当に時を止めるよね。あれをやらせっていう人がいたから、経験者の感想を教えてあげてください。いやいやいや、知らないですけど、はい、あれはやらせです。え、あれはやらせですよ。あ、やっぱり知ってます。いや、違う違う、やっぱり知ってました。本当でした、この人は。やっぱり出てますから。違う違う、あの、一つ見て、そんなの、本気で時が止まると思う。思うよ、あれ、時止まってないの？違うの？いやいや、止まるわけないよ。やっぱ経験者は知ってます。私はすっかり時止まると思ってました。やっぱりね、やってる、うん、やっぱりすごいな。止まるわけね、見せますよと言われて、見せられるような演出がない。だだまだまだ、違うよ、あれは演出です。やらせなわけないじゃん、女の子止まってるよ。いやいやいや、てか雑談なんて大の音だけでいいよ。相手のエロレベルが、分かる、メガネスカウターだ。じゅんちゃんドラえもん好きだなんて可愛いな。ありがとうございます。もう言ってるだけですからね、本当に。じゅんちゃん嘘だろ、時止まるだろ。いやいやいや、なんで。じゅんちゃんそろそろ撮影の時間だけど。いや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 。あ、来た、監督。監督がね、撮影の時間だってことね、おっしゃってくれて。あ、ごめんなさい。はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫ですね。じゃあ私ちょっともうちょっと時間なんでね、私もう定時なんで。え、女の子待ってるんですか。いやいや、もう今日も女の子待ってるんですね。別の子行って清掃しなきゃいけないんで、もうダイビング行かなきゃいけないんで、私ちょっと帰りますので。あ、そうですか。ね、またちょっと相模原、はい、リニューアル、はい、相模原のリニューアル来てくださいよ。相模原のリニューアル、ぜひ集合してくださいよ。預けもね、いますから。何やろうかな。じゃあ高橋店長と何かやるよ。あ、何かやってくださいよ、うん、高橋店長と、ね、放送見てきましたって言ってくれたらね、うん、卓球大会でもやるよ、卓球大会。高橋店長と卓球大会やります。いやいや、親分が審判で出ますから。いやいや、アウト、アウト、アウト。あ、ぜひ頑張って預けますよ。やるから、負けるんでいきませんってことね。いや、遊び来てください、来てください。はい、相模オリジナル、絶対行くわ。ああ、来てください。ね、ぜひ来てください。ぬるぬるいつも楽しみにしてるよ。全集合してください。12時ね、うん、12時ですよね。はい、預け帰っちゃうの、また出てくださいね。はい、またちょっとお仕事頑張ってください。頑張ります。はい、頑張ります。はい、ちょっと女の人はもう入ってこないから。いやいや、俺じゃないから。いやいや、ジュンちゃんまだあと1時間あるから。いやいや、女の人がもう喧嘩してる。いやいや、ダメダメダメ、殴り合ってるから、もうダメダメダメ、してない。はい、ということで、預けさせて、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、フジモン頑張ってね。はい、ありがとうございます。フジモン、なんか元気の出る言葉一言お願いします。やめて、最後に、最後にそのフリお願いします。ランボルギーニ、やばい、俺がやけどした。最後に大やけどしたよ、俺。お母さん、どうした。やけど。いやー、面白いな、放送事故。久しぶりに預けとじゅんちゃんの絡み見れて楽しかった、ね、ありがとうございます。やけど痛い痛い、振るなよ、巻き込み事故食らった預けまら。預けまたねと、どうも。背中がすすけて帰っていた。懐かしいですね、やりましたね、ド M。 そうですね、はい、もう、うん、あの人来るとたまらないですね。すごいですね、もう勢いが。あの時を止める時計がおもちゃに、その名も妖怪ウォッチですね。はい、はいはい、預け酒パに、来いよと。あ、酒パワーにね、入ってほしいですね。もうそれは最高っすね、僕が変わりますよ、僕キコナで働きます。いやいや、おかしい。僕がやりますよ。預けんって台風みたいな男だよなってことですね。そうっすね、すごいっすよ、もう、よく喋りますよ、ほんと湧きますよね、ほんとに。いやー、たまらない。フジモン、テンガってどこの会社が出してるか分かる？テンガ、テンガ、なんとかホーテっていう店で買ったことしかないな。あー、なんとかホーテって店で買ったんだ。持ってんだ、持ってんだ、フジモン。今ないです、今ないです。あ、今はないけど、前買ったことがあるんだね。大学生の時にちょっと。大学生の時に、はい、買いましたね。何回ぐらい？2回ぐらいかな。2回ぐらい買ったんだね。はい、そんな純ちゃんに言えばくれるのに。いや、ね、家にいっぱいあるんだね。家にいっぱいあるのにね。持ってんのかと。ドンキホーテか。買ったわら。フジモンの喋り方っておにぎり、食べたいなの人に似てる。あれかな、おにぎり食べたいの。おにぎり食べたいな。なんだっけ、なんだっけ、あれあれあれ、裸の大将じゃない。ああ、なるほどね。アトロクとジュンちゃんって雑誌の最後にあるビフォーアフターみたいに映ってるの。なんなんですか、ね、俺があれかな、あとかな、やっぱりこっちからこっちになると。いや一番最後の方に載ってるやつですね。最後のページね。この数珠つけたら、はいはいはい、彼女できましたみたいな。ありますね。ジュンちゃん歯治ったの？いや、まだっすね。まだ治ってない。一応、予約は取りました。まだ行ってないですか？
はい、まだ行ってないですか。まだですね。あれこの前行ったって言ってませんでしたっけ。それは検診のみですね。検診行ったけど、はい、その虫歯の治療はまだ、あの日付をずらしてもらいました。あ21日、ね、はい、あの行ったけど、あの歯医者さんとあのやっちゃって、あのあなるほど、はい、ジョスさんとね、はい、そっちが忙しくて歯の治療まで回んなかったんだよね、はいはい、ジョイさんが全員いなくなっちゃったから、よくあるパターンでね、はい、それはね、それも捕まってるやん。フジモン改め SOD、 じゅんちゃんはいつも天が携帯してるもんね。なわけね、じゅんちゃんフジモンに、はい、使用済みの天が開けたこと。いやいやいやダメでしょそれ。そろそろ当たりが欲しいな。そうですね、今日1回もね、いや本当ごめんなさい、今日は当たんないんでね、早く当ててください。最後に見せますんで、アトロク久しぶりに見た気がするよ。そうですか、出てるんですけどね、昨日もちゃんと、ね、じゅんちゃんのメガネは伊達ですか土入りですかと。え伊達メガネですか、度が入ってるんですか。度めっちゃ入ってますよ。視力いくつですか、じゅんちゃん。 0.0 なもんですね。あーじゃあ俺と一緒ですね。はい、僕めっちゃ悪い。この距離でも見えないですよね、顔ぼやけますよね多分。あ、メガネ取ったら、うん、あぼやけます、うん、はい、この距離でもぼやけるんですよ。 0.0 いくつまで行くと本当見えないです。何見えないですね。今度行くんで圧力ライターとじゅんちゃん天下くださいって、ね、いや天下はあげれないけど天下はあげれない。圧力ライターあげますよ。いや、厚い演出全然来ないですね、台が。あ、来ないですね。ストレインは疑似さんとか来ました？いや、来てないです。来てない。はい、フジモン、レベルでしたっけ。はい、レベル7、7まで行ったんですけどね、もう抜けちゃってますね。全然ダメだ、はい、龍河如くの厚い演出教えてくださいってことなんですけど、フジモン分かるかな。いやちょっとまだ分かんない。なんか小冊子みたいな、あの横のね、やつね、ここにあります。はい、そろそろ出そう、じゃないと寝るよと。もうちょっと待って。じゅんちゃん日暮らし入れる予定ありますか。あります。はい、注目の寝台は来週の配信待ちですかということなんですけど、注目の寝台は、まあ、基本的にはあの横須賀ではあまりお目にかかれないかもしれないんでね。来週何やりますか。久しぶりにスロットやりますよ、来週。そうですね、ね、うん、なんかスロット、来週は、ふわふわですか。ふわふわか、まあ海とかやってないんでね。あー、まあ海とかでもええんじゃないですか。あ、パチスロの海物語、うん、結構レアですからねあれも、うん、どっかやりました。やってないですね、海は。でビンゴは多分相模原店から来週やるんですね。はい、熱い演出、予算不足で入れてないんですバイタケ。入れようよ演出ぐらい。当たるまで放送しますかってことなんですけどね。当てますんで大丈夫です。そうですね、駄菓子はいつで行きますか。あ、駄菓子あるよ。嘘、まだ。いや違う違う、まだ買ってんの。違う違う、先週の残りがね。あ、残りね。残りがあるよ。でも先週紹介してないのとかあるからね、これとか。ラスク、こんなん見たことないで。なんか昔、今さ、ラスクって結構ブームになってるじゃないですか。東京ラスクだとか、まあまあね、うん、ガトー原田のラスクとか、うん、でも子供の頃ってラスク食べてんだよね、みんな。食べてない？俺だけ？食べてない。あんま記憶ないな。俺結構ラスク食べてましたけど。あ、このラスク初めて見た。本当ですか？記憶ないっすよね。いや、美味しいんですよ。ラスクなんか食べないの。あ、聖夜の甘って入ってますか？と。聖夜の甘、はい、入ってないです。入ってない、すいません。番長、バディじゃないの？はい、どうぞ。あ、はい、食べたことあるよね。俺子供の頃結構多分パサパサダメなんでしたっけ。パサパサ系ダメでしたっけ。いや食べれますよ、はい、これ美味しいね。熱く甘いの好きですか。あ、甘いの大好きです僕。それは好きでしょ。どう考えてもあの、ね、人見た目で判断しちゃダメですよ。皆さん好きでしょ。僕は甘いの大好き。最近はですね、ジョナサンっていうね、ファミレスの、コーヒーゼリーソフトにハマってます。ありがとうございます。番長2が見たいと。あ、番長2、あ、まあやってないね。王道の台は横須賀では結構やらないので。番長2ってオス9、あ、そばでしょ。番長2じゃない。え、2って書いてある。番長2ってサラリーマン番長。ああ、サラリーマンは3だよね。でも、CR 天下はいつ導入ですか。天下、うん、天下はないっすね。次の寝台って何ですかと。次の寝台は、まあうちはスーパービンゴですね。はい、あ、バーストエンジェルある。お、山沢、うん、バーストエンジェルとうちはスーパービンゴ。おー、バーストエンジェルも結構なあれですね、うんうん、フリーズ待ちみたいな台ですからね。天下ならエヴァセブンについてるよ。コーヒーゼリーソフト美味しいよねと。私は黒ごま白玉のソフトを好きです。おー、美味しいね。それうまいですね、うん。一度扉開けてどうしたで盛り上げませんかと。あ、じゃあちょっと台開けてもらっていいですか。そうですね、うん。戦国乙女と銀河乙女の対決を見たい。
パチンコ？パチンコ両方あります？ありますあります。場所は？遠い。遠いですね。離れちゃってますね。じゅんちゃん子供いるんだっけ？いやいやいや、いないですから。はい。AV の、人出る台、導入しますかと。AV の人出る台って何それ？わかんない。20日断密は入れますよ。ああ断密はでも AV の人じゃないもんな。そうですね。マスカットなんとかマスカット、ああエビスマスカッツマスカットは入れないですね、うん。皆さんの一番好きな食べ物って何ですかと。何やろう、一番好きですよ、この世の中の食べ物で一番好きな、一番好きな、僕いいですか。はいどうぞ。もう唐揚げですかね。ああこんちゃんはね唐揚げ、鶏の唐揚げ、まあ、うまい、まあ、うまい、ね、うん。フジモンは餃子ですかね。餃子、あ 肉だね。うん。純ちゃんはなんやろ。女です。いやいや、なんか食いもんちゃうからさ。女です。女です。なんやろな。大空気すぎる。断蜜は、放棄してるよね。あ、龍河子とか熱くないですかと。赤尾龍、赤尾龍やったん。赤尾龍やん、星4つじゃん。赤尾龍やん、はい、赤は空気、暑いやつ、なかなか当たり来ないねと、うん、おねだりマスカットかな、うん。純ちゃん実は預けのことが大好きですかと。そうっすね、うん、好きです。仲いいですね、はい、まあ師弟関係なんで、うん、赤くなったよ、フジモン言ってと、熱くなったり赤掘り入ったらっすよ、はい、あすいません、はい。純ちゃんやっぱり女性が一番好きなのか、白目なことはね、ダダムもひっそりと疑似は疑似してるよと。おーおー、ダダムちょっと熱いんじゃないの。純、ね、ちゃんどうですか、ちょっと待ちましょうか。純ちゃん赤赤ほら、あーちょっと熱いよ、これ熱そうだよ、これ熱そうだよ、うん、ちょっと待ちましょうか、うん、はい、ちょっと熱いですよ、両方ちょっと熱いですね、これ、はい、これ外したらあげますか、フジモンいないね、あーちょっと文字がきついな、ダダム、うん、赤保留かなり熱いよと。フジモンいい、じゃあ、フジモン何やってんの、ハズレ復活は、うわーもうないわー、これ、あ、来た、あーないわー、ないわー、フジモンないわー。じゅんちゃんこれどうすか、これちょっと待ってくださいね、カットイン、カットイン、弱くないですかこれ、多分、弱い、ちょっと弱いね、ダッセー、ないわ、は、ないわ。さあポンちゃんに注目ですよ皆さん、はい、あーそこのね、そのくるくる回ったんが赤やったら熱いんですよね。さあどうだ、カットインは、あー弱いなー、弱い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 、いやでもこれで当たるのか、あー残念ー、当てましょうか、うん、いつ当てんの、チェリーは今日来ないの、来ないです、あーちゃん切りました、かわいいと、赤身切りました、どっかの誰かも、赤堀で喜んでました昨日、俺だ昨日私出演側で出たんですよ、打つ方で、でこうですね、高田組をひたすら打ってたんですけど、はいはい、赤堀4回出て、どこで相模原、赤堀4回出て1回またな、最悪、意味が分かんない、最悪、うん、こんばんは、今来ました、いらっしゃ い、はいはい、ラブジョーの寝台予定ないですかと。ラブジョーないね、ないですね、はい、手入れしてな、もう誰か当たってないです、雑談放送かな、そうですよ、龍が如く、3点牌は当たったことがないよ、あそうなんだ、あそうなんや、あ台開けてください、台開けますか、はい、はい、どうですかこの聞こえました、もうちょっと待って、もう一回どうした枠が開いているとね、こうもう一個開ける、どっか開けるとまた違う、ガラスっすね、ガラス、はい、これ枠ですね、うん、ガラスの方がいい、あ、じゃあガラスだけで、はい、あ、扉がいない、はい、こっちの方が警戒ね、そうです、扉がどうしたっていう軽いね、警戒な音、はい、うん、どうしたどうしたどうした、連発してるじゃないですかどうしたか連発してる、この台のやっぱ一番の売りはね、はい、やっぱこれですから、なかなかこれホールで聞けないからね、はい、どうしたどうした枠が開いているぞ、あ、どうぞね、これでまた流れが変わったかもね、いきますよ、はい、じゅんちゃんはチェリキチの好きな佐藤さん食べ、見たことあるんですか、見たことないです僕、あ、ない、どこのこと言えてるんですか、セブンかなんかの店員って言ってましたよね、佐藤さん、全然知らないよ、龍河如くの赤堀は 60% くらいあると思うよ、そんなに、マジで、フジモン、うわー、なんでマジで、手入れせな、ダダマもう手入れした方がいいんじゃないですかね、いや大丈夫ですよ、はい、こういう遊び心は好きと、どうした、シス系の何でもないみたいだね、あ似てるね、
あの、うん、第3停止でなんでもないって言うんですね。ささみさんの台開けたやつもいいよね。ささみさんもなんかねぐへへへなんとかなんとかなんとかなんか喋るやつね。じゃあちょっと楽しみですね、ささみさん。ささみさん入れる予定あるんですか。ささみ入れますよ。おいいじゃないですか。売れる予定ですけどね、まだあれいい台です、あれいい台です。はい、うん、いいな、いつ聞いても、今日、さっき打ってた赤保留から小当たり来て唖然としたわ。マジか、当たりゼロはいかんぞい、うん、当ててね、はい、早く、ね、はい、当てましょう、もうね、うん、もう400ぐらい回しちゃってますね。ささみ入れんのかよ、ちょ、うん、そうっすね、ちょ入れると思います。はい、まあまあまだ分かんないですけどね。ささみさん入れたらぜひ横須賀でやってくださいって言ってますね。やりましょうか、じゃあ、ね、はい、これ見てるとやっぱり海か、いいはじらされないしと、あ、海がいいと。ああ、海も私も大好きですからね。海はね、もう海しか歌えないから。ポンちゃんはもう海が大好きです。大好きの。愛情たっぷりですよね。本当ですね。はい、ストレインって昭和の代ですか。あ、昭和の代ですよ。もうだいぶね昭和史がしますからね。昭和の代です。はい、純ちゃん、ごめんなさい、ロストアイランド入ようと。あ、ロストアイランドね。はい、うん。あ、大丈夫ですよ。はい。はい、AKB 始まった後、あーコンサートがね隣なんでね AKB、 はい、すいません。はい、やっぱりダダム最強でしたか。コンちゃんはまだ、コンちゃんにはまだ早かったかなと。あ、いや、もう最後見せますよ。はい、本当、ストレインの赤ホリーは外したことないなと。お、あ、赤来ました。おー、赤ホリュー来ました。さあ、フジモンに赤ホリュー来ました。もうこの辺で見せないと時間的にきついよ、フジモン。はい、海長、長時間打ってるとジュゴンに愛情を感じるようになるんだぞと。あ、なるほどね。はい、あとカメとね、カメ、タコとカニと、カニと、もう愛情出ちゃいますね。愛情出ますからね。はい、さあ、フジモンには見せてほしい。ここで、これで当たらないと後がないぞ本当に。引き強のコンちゃんならドドンに合わせてくれるって信じてますよ。頑張りますよ。はい、さあ、フジモンはどうかな。赤堀でもさっきも頻繁に出てきましたね。うん、さあ、アップにしましょうか、せっかくなんで。藤本意気込みは。お、男見せるぞ。おー、ガロだ。さあ、当ててほしい。ここは、置いてほしいですね。うん、純ちゃんのところ手貸しだけど、設定とかどうしてるんですかってこと。もうもう遊びに来てください、一回ね。はい、頑張れ、はい、藤本。おー、激アツ、いくぞー。はい、これはいけんじゃないですか。関西わちゃわちゃしすぎなんで買ってきました。いらっしゃい、ガロケース差し込め、激アツガローと頼むよ、フジモン任しとけ。これはいけんじゃないですか。はい、五大演出か、館の、極意、欲しいと、PFOG 出るんじゃないわらわら。フジモン、ランボルギーニを頭に思い浮かべてと。うわー、かやるぞー。緑はやばいかー。激アツだ、ピンク氷河があるのか、顔出てくるぞ。ダビスタ始まった。これないとダメポ、ダビスタわらわら。さあ、どうかな。ダビスタだ、ここ競馬場になってんじゃん。行ったか、 G1 ドリームだ。フジモン、フェイスアップフジモンの準備だ。あ、そうですね、もうあったら行ってもらいましょう。あ、さあ、お前の特技を見せてみろということで、来るか来るか。まあ、マジか、そう、マジか。ここからありますよね。ちょっと頭逆、頭逆ありますよね、はい、ここから。うわー、ないわ。うわー、ないわ。フジモン、フジモンないよ、今のは。全然ない。 あれ、こっち。おお、なんですか？今レインボーに光りましたよ。あ、それはあんまり、まだ違うんですね。あの、レインボーとかあんまり関係ない。あ、そうですね。見せれませんでした。弱いの引きは、押しボタンがサミっぽかったけどメーカー変わったんかなと。エレックですね。こんちゃん海いいよね。アグネス大好き。今絶好調ということね。あ、はい、海楽しんでください。こんちゃんレインボーだったよ。わらわら。レインボー白目。ですよね。うん。あれ、純ちゃんこれどうなんですか？これ。これレインボー、レインボー関係あるんですか？なんか枠から。どこがレインボー？枠。あの、あ、枠レインボー、剣が落ちてきて、で、レインボーになんか光ったんですけど。あ、それはあったですよ。レインボー関係あります？マジで？あ、違う違う、それ疑似レインじゃなくて。あ、疑似レインかな。疑似レイン今何回目ですか？疑似レインしてないですよ。今してるでしょ、連続で。あー、テンパったか。いや、わかんない。あー、激アツ、あー、来たー、これはやばいよ。じゃあ、レインボー関係か。これはやばい。レ
ンボ確定か竹谷。ああ熱いかこれ。当たりだろう。これはねやばい。来た。レインボーかぎじね、あれどう見てもレインボーだったぜと。おお元気だった。当たりか。じゃあ当たりっぽいねこれね。おいや我々ね打ち込んでないんでね、なんと見えない。いやこれでもちょっと弱いですよね、はい、ダダムエースがここから発展するかどうかですね、うん、あれ当たった。当たるかこれ。当たるかこれ。ここで割れちゃうんじゃない。あ来た、うん、あ、ここで落ちてこないとダメですよ。ああそういくら滝谷だからって剣が落ちてこないとね。これここから確定だった。あら来たよー。来たよ。さあ、あ来た来た来た。これこれはね、ちょっとバック背景がちょっと青なんでね。剣、弱い。これはまあこれは絶対通過します。はいはい、連打は通過しますね。これは間違いない。さあどこまで行くか。あ来ましたよ。あこれをちょっと、うん、テンション上がってきた。あ来たよエピソード。うん、エピソード来ましたよこれ。来た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 よ。あーこれは熱いよ。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 赤文字ですからね。これは熱いですよ。レンダー割れるわよと。昔の台は唐突だな白目。純ちゃん竹谷の社員みたいだなと。いいよ。いやもらってますね。はい、これはねこれ間違いないですよ、ね、これは。熱っと。はい、これは熱いですね。まあここで文字がね、うん、赤文字の方がいいですけどね。ここのですか。ここの、うん、そうですね。純ちゃん詳しすぎだわ。ちょっとね、あなんか結構光ってる。アコー速の、上の最強リーチやったなと。竹谷の社員よりダダムが詳しいだろう。そうですね、さすがコンちゃん持ってるわと。いやもう、うん、お願いしますよこれ、はい、当たってくださいよこれ最後、うん、このカットインがどうかですね。タイマー600秒終わら。あ赤赤赤 赤これはいい。これはいい流れがいいですね。モードかなと。かなり、はい、赤文字赤文字、はい、赤文字、はいはい、ここはいいですよ。ちゃっかり竜が如くも熱いぞと。おおなるほど、うん、来たよ来た来た。来たはい来ましたこんちゃん大当たり。あ来ました来ました。そうですね、まあ、やっぱ来ますよね。おめでとう。おっとちょっとこれ龍が如くも熱いな。熱い緑穂龍からの技術さん。技術さん、はい、来たボタン炸裂やったーと。当たりおめでとう。これどうなんだこれ、はい、このリーチ演出よ。激アツ出ましたよ、激アツ文字が出ました。赤保留じゃないですか。赤保留激アツ文字が出た。フジモンも見せれるかな。やばいよこれは、はい、さあフジモンもチャンス。こんちゃんおめでとうと。龍が如く赤保留、CR 龍が如く剣山は、思わせぶりが多いなと。寝ようと思ったけどこれは寝れないなと。見ててください。はい見てくださいよ。ピアノ戦はよ赤堀おめでとうございます。真の店長になったよ、さすがこんちゃん、今日は圧力実況だな。はい、フジモン3回するはきついぞ赤堀。そうっすよこれ。確認とか右打ちになるのが重要。また外すか、あっちゃんは、赤堀の時は興奮するんですね。そうですね、服はピンク評価のに見える赤堀の安売りスイッチ押したかな押してないよ。3連敗、さっきも激アツですよ龍が如く。ピンク評価でギャンと。あーこれはまずい。これはコンちゃん。誰敵はこれは潜伏の、ね、今可能性も演出中ね。そうそう演出中まずいよ。ピンクじゃん悪内感カード。さあフジモンどう。あれ何。あ当たりーあフジモンもう当たりー持ってかれたな。はい、いやいいですね、ようやく来ましたね。はい、来ましたね、ちょっとダザム、おお、さあダザムも格変ゲットしました。ここからですね、はい、ダザムはここからです。頑張りましょう、はい、ここからダザムと会えるかどうかが勝負なんでね、はい、おー、格変来た、さすがこんちゃん、やった。いや見せれましたね。おっしゃー、来ました、ピンクヨーガラのプッシュボタンからの、これ格変ですかね。まあこれまあ3点敗なんで、ね、なるほど、ね、はい、おめでとうございます。間違いないですよね。はい、ダダム、こんちゃんかっこいい、ダダム面白そうやんと。あ、うち来てください。はい、あんまり導入店舗ないんでね。そうですね、気候の横須賀店遊び来てください。はい、お願いしますよ。こんちゃん、ダダムに合わせてねと。はい、頑張ります。ダダムって敵がね、何種類か敵がいるんですけど、勝てるかどうか、ダダムに勝てるかどうかがね、今回の見どころですから。はい、なんで当たったんだ。ダダムはラスボスじゃありません。そうだよ、普通に出るやつね。竹谷のストリームの機種説明のホームページに行ったら耳が、爆破された、いきなり音出るから気をつけてと。なるほど、ありがとうございます。ダダム倒してと、これで睡眠薬演出が見れる。はい、うん、さあまあ今日ね、初めて打った、龍が如くね、こちら寝台となっておりますので。そうです ね、なんとかいいところを見せてね。いやよかったですよ。はい、
30分前に終わったりかそうですよ。まずはピアノ戦が見たいということで、まあ、すぐ見れますから、はい。眠くなーれゆーらゆーらね、そうそう、ダザムあ、ダザムなんかね、あのロボットが釣られてますからね、はい、あれ皆さんダザムじゃないです、あれはダザムじゃない、あれ主人公ですからね、そうそうそう、はい、味方ロボットなんですね、はい。じゅんちゃんなんでそんな詳しいんですか。もうそこその機種何回も歌させてもらう、はい、何回も歌ってるんです、ね、それ生放送でもう4回か5回やってる、ね、そんなやってんすね、はい。ストレイの格言中は、チャンスアップ一つでもあればほぼ勝つよと、おー、なるほど、はい。この時間のピアノ戦ゆるゆるは眠くなるよと、そうですね、さあ来るか、さあ来ましたよ来ました来ました走行ラッシュ、はい来ました、来ました、いやー釣られてますね、いや久しぶりに見たな、わあ久々っすね、若干左寄りにね今日も釣られてますよ、そうですね、揺れてますねこっち寄りにね、そう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 、ピアノ戦久しぶりだな我々、なんでダダマは星2つだったり5つだったりするんですかと、あーそれはやっぱまあそのなんかあるんちゃいます、はいはい。このロボ、まあ、ロボットの種類が少ないってね、あまあね、はい。このロボットは5円玉、か何かですか眠くなったし寝れば寝ないでいい揺れですな、皆さんはどっち曲がりですかと、ゆーらゆーらさあ、龍が如くはこれ ST タイプですかね、115回転の ST がありますんでね、はい、なんとか連チャンさせてください、フジモン、はい、はい、お任せ、はい。台風でピアノ線切れてないかなってことなんですけどね、まあ大丈夫ですね、今回もね、あの台風来てましたけども大丈夫ですか、ね、この辺は。あでもね、ちょっと一つ ね、ちょっとうち の、 あの電気がね、はいはい、ちょっとやばいですね、あやばいって、まあね、台風の被害とか結構あったと思うんでね、はい、台風とかにはね、皆さん気をつけてくださいね、はい。ずっと見てると眠くなってきそうですと、まあ、ずっと画面見てたら眠くなってくるよね、はい。俺はだんだん眠くなる眠くなるとかね、画面見てたらね眠くなるし、しかもこれ格変中の大当たり確率がですねちょっとね、悪いんです、厳しいですね、厳しい、ね、確か80か90分の1とか、そうそうそう、結構悪いんで、結構ずっとこの画面を ね、見ててもらうことになると思いますからね、見ててくださいゆっくり。今、こんちゃんの心の声が聞こえたよ、検定切れてないこの台演出とかは ね、まあ、ね、いやもうはい検定切れてないですよ、全然ね、はい、もう今年の6月ぐらいだったかな確か、あ入れたの、ね、もうちょい前かな、うんうん、ぐらいの台ですからね、はい、一番いいとこじゃないですか、ね、はい、見せ場ですね、はい。さあ行くのかな、体が一緒に揺れてたよと、来るかなと。さあフジモン、はい、だいぶ早いけどしょうか、そうですね、もう50回転しかないよと、フジモンもやばいですね、龍河如くは ST タイプなんでね、はい、そうですね、うん。あれこれなんか後ろなんか仲間増えましたよ、仲間、あそれは大丈夫です、あ大丈夫はい、それ大丈夫です、触れなくていいとか、それはあんま関係ない、あんま関係ない、もう半分だ、当たるのかスルーするのかと、まあコンちゃんはね1回は来るんですけどね、まあそうですね、はい、2ラウンド通常の可能性はありますから、はい。そこのストレインは2ラウンドの通常もしくはもう16ラウンドの大当たりなんで、はいはい、もう一撃あるかどうかっていうところでね、うん、はい、大当たり引ければずっと1箱ずつ増えていくような流れになりますからね、はいはい。左の保留が全部見えない、あ本当ですか、じゃあちょっともうちょいですか、あじゃあテロップ消しましょうか、藤井門のこれで見えるかな、はい、はい、これでいきますね、はい。デモ出し、純ちゃん冷静に解説は、龍が如くは、告白人を見るための台だから1回は出してほしいと、ああなるほど、おいいんじゃないの、ちょっと告白のやつが見たい、俺も見たいそれ、うん、これどうなんやろうな、うん。今度のエヴァナインに初号機の代わりにダザムが出てるって本当ですか、いやいやいやメーカー違うから、うん、お優勢、よし、はい。純ちゃんさすがダザムマスターですねと、何でもしてますよ本当に、ダザムと女の子の体は全部してますよね、いや名古屋ではない、大丈夫ですよ、はい、はい。もう大体あのね、あの一岩をね共にすればほくろの位置まで全部暗記してますからね、もう大丈夫です、はい。一回当たったら、選べるとかだった気がするから告白のやつ選んでねと、で一回当てなきゃダメなんだ、ちょっと厳しいね、はい、これ告白は一回16ラウンド引かなあかんで、なるほど、これは厳しいな、うん。おっとちょっとチャンス、あ微妙だ、微妙、もうダメですね、ダメ、はい、残り34回転、さあ厳しいぞフジモン、厳しい、ここで見せれないと、フジモンこれ厳しいよ、いないや、デモ出さないんですかと、あデモ出ししてもいいんじゃない、
フジモン。ああそうやね、一回止めてね、うんうん、あ、今ですか。はい、はい、さあストレインも確変中なんですけど、はい、まあ、ストレインはねこれいつも通りなんで、そうですね、今71回転ですけども、はい、なかなか来ないですね。もうそろそろですかね。ああそろそろ来るかなこれ。いやー来ないよね。するやする、男心と秋の空やったっけ、はい、告白も入れるモード。あ、そうなんだ。じゃあ一回当たるのをちょっとね。そうですね、うん、俺はリーチかからないかな。はい、龍が如くゲームはやりました。やってないですね。あ、僕やりましたよ。やりました、はい、どういうゲームですか。バトル、まあヤクザですよ。あ、ヤクザもんのなんかこうなんていうんですか、放送みたいな。そうですね、はい、なんか芸能人とかの顔をパクってるようなね。あ、そうです、顔のやつですよね、龍が如くってね、はい、めちゃめちゃ、あ、面白いですよ。あの主人公を動かして喧嘩しまくるみたいな。あ、そうですね、なるほど、ね、そういうやつですね、はい、ストレイン上皿、上皿崩壊してないですかと。全然崩壊してないでしょ。はい、崩壊してないですよ、はい、これだから ST はってことなんですけどね。大丈夫だよ、フジモンがこの後見せてくれるから。でもムービーで、はい、今日のストレイン具合悪そうだなと。だいぶ揺れてるからね、うん、だいぶちょっと、うん、揺れが激しいよね、はい、いいよいいよと。さあ行こうかフジモン。おっと来たよ、ストレイン来たよ。あー、グロワール、あー、グロワールはやばいよ。グロワールはやばい。グロワールはやばいよ。ね、グロワールは一番強い。そう、これが一番強いやつだからね。あー、来たレインボー。レインボー来た。これは、もう早くダザムレインボーね。グロワール危ないよ、軽くレインボーになっちゃうと、はい、早くダザムに会いに行きましょう。とにかくね、はい、行きましょう。はい、ということでレンちゃんですね、おめでとうございます。ありがとうございます。赤保留だったし、なるほど、グロワール出た瞬間にレインボーに光ってたよと。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、レインボーボインレイか、赤保留だったし、おう、こんちゃんやるなと、見せますね。じゃあこれ16になるんですか。まあ、16しかない。あ、16しかないですよ、はい、はい、赤保留でも落ちることはあるよと、うん、安っぽいレインボー、軽く、下の役物がレインボーになってたねと。おお、さあ龍が如くは駆け抜けてしまいそうな感じがしますね。そうですね、はい、ちょっとフジモンいいとこ見せれなかったな、あ、これ。まあでもあと12回転プラス、15回転あるのかな。そうですね、はい、マリマリいないからダザムが来るか不安だなとね。そうですね、マリマリは出してくれましたからね。左のガロ当たんねえなと。無限ループのラウンドに出てきました。わらわら、赤保留でも落ちるってどこの服部くんですかとね。服部くんね、いやどうなんだこれは。さあどうだ、リーチは赤、バック赤、バック赤なのかなこれ。いや違いますね。あ、一応リーチは来ました。ここで当たらないときついよ。ここで当たらなきついね。98回転目、おラストチャンスかと。これはラストチャンスだな、ちょっと厳しいねこれ。厳しい。ストレインはどんなストーリーなんですかと。原作見た人いるんですか。いやー、ちょっとわかんないですね原作、うん、これで当てれば持ってる男だなフジモン、うん、これで当てたらすごいですよ、うん、いやきついか、レッセレッセ、見たよ、覚えてないけど。覚えてないのかよ、強いの来たなと。これは厳しいなフジモン。いやなんかすごいの、すごいの食らってる、すごいの。終わった、気合だ、典型ないとねと。ダザムがお母さんを探して旅をする物語だよ。違うでしょ本当に。ダザムが主人公じゃないでしょだって。ダザムってこれ原作には出てこないんじゃないっていう話じゃなかったっけ確か。このパチンコのやつにしか出てこないようなキャラクターだ、あ、そうなんすか、だったような、なんかコメントでは書いてあった気がしますね。はい、あーちょっと龍が如くはちょっと抜けちゃいましたね。ちょっと抜けちゃいましたね。あらー、はい、ダザムは、パチオリジナルで。そうだよね、来年から女の子が主人公を助けるかなと。あ、来年じゃ、ごめん、未来から女の子が主人公を助ける。そうそう、俺も見たけど覚えてないなと。それどこ、どこの三千里やと。ゴミ、お、リーチかかりましたよフジモン。いやフジモン強いよ、もうちょっと、うん、いいとこ見たかったな、うん、これでも上に115って書いてあるんですけど、うん、内部的に ST115 なんですか龍が如く。あ、もう100しか表示されてなかったですか。あ、ほんまや、うん、あ、じゃあ内部的にあるってことなのかな。あるのかな。あ、だってカウントしてるもん15。あ、ほんとだ。じゃあここはまだ確変中だ、うん、
残り13、うん、ね、でもそれであれになるってこと、左打ち、左打ちになるんじゃないですか、100回転までが ST みたいな。龍河如く、まだ7時5回潜伏していると。ありがとうございます、えのき、お疲れ、モンキータン、最後は左打ち消化じゃなかったっけ、あ、なるほどね、最後の15回転は左打ち消化で一応内部的には確変だと。あ、なるほど、ね、さあ黄色もう一個いく、おお、さあフジモン戻せるか、ここで行かないと、おお、なんかいいんじゃないの、そう、うん、お、頑張れと、いける、ボトムズみたいな感じ、さあフジモン、あー、ダメか、あー、厳しいね、龍はラスト15は電差もつかないんですかと、ついてないですね、ついてないですね、はい、じゃあここで引き戻してもまた 60% の確変突入率に当選しないといけないと、だから100回転以内の要は電柱保留で当てれば確変は連チャンするとかな、なるほどね、図柄が北斗の剣みたいだなと、うん、あ、肉の時短みたいやなと、うん、さあコンちゃんにはぜひとも、ダザムにね、ダザム合わせてダザムに会いたいですね、間に合いますね、ね、久しぶりに会いたい、まあ、サミンの子会社ですしね、レック、そうですね、さあ残り時間もね少なくなってきましたから、そうですね、はい、早めにダザムに合わせてくださいよ、はい、お、今の音は何、ピヨピヨ言いましたね、はい、どうも何もないですね、何もない、はい、はい、枠も北斗と一緒だよね確かと、枠も北、まあそうですね、そうですね、はい、コンちゃんがダダム倒したら、ジュンちゃんはダダムマイスターから降格ですかと、そうっすよほんまに、あ、いいんすか、もらっちゃって、いやダダム、ダダム僕は倒したことがないんで、はい、そうそう、マリマリがね美味しいところをね、うん、持ってきましたから、僕は倒したことない、微妙に違うよ、上のところとか違うかな、うん、まあ枠自体は結構似てるね、ほぼ一緒かな、ほぼ一緒か、ああ、枠若干違うんだ、これちょっと違うと思いますよ、 あ一緒か、一緒っぽいっすね、一緒っぽいっすね、ぽいんですけど、なんか若干作りは違いますね、うん、ああ、じゅんちゃん松茸食べた、あ、食べてないっすよ、あ、食べてますよ、よくチェリキチのね、ハイドラついてますが、ついてません、エレックがサミーの子会社って初めてした、あ、本当ですか、コメコメをもう一回出してくれた、あ、面白かったね、アマデジのやつ俺超打ったよ、あ、そうなんだ、どっからしか見てないから同じように見えた、この音を見てたら龍河如く打てないと、いやいやいや、こういう時も、ね、こういう時もありますありますけど、はい、マックスなんで出る時はすごい出ますからね、はい、あっちゃんの声はホッとします、ありがとうございます、切り札しと両サイドのデザインが違うと、あ、まあ若干その辺はずれてるかもしれないですね、うん、はい、さあコンちゃんは格変を続けることができるのか、ね、さあ、うん、こっからっすね、ダザム、こっからダザム、なかなか出ないですからね、なかなか出ない、うん、なかなか出ないんですよ、あ、ダザム、そうっすか、うん、でも本当連チャンするとき20何連とか30何連とか、うん、結構しますからこの台は、でも早いっすよね、はい、はい、龍が如く手入れしろよ上にくるくるついてるやろうがサミいないよ、はい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 、あ、そうっすね、でもモンハンってサミーじゃなかったでしたっけ、そうですね、あれくるくるするやつついてなかったっけ、あ、ついてないか、ついてないですね、はい、こんちゃん頑張って、はい、頑張ります、じゅんちゃん、誰の松茸が大きかったですかと、預けんですね、そうですね、我らがドタマテリアさんなんだよきっと、レインボーレインボートゥモールトゥモール、でもレインボー出てた、まあレインボー出たらもうかっこいいですね、あ、ここに今ダザムって出るんですね、そうそうそう、その敵の相手がダザムじゃない、はい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 、まあ、ダザムはね、はい、来ました、いただきました、まあ、ダザムはね、意外とちょっと星もね、弱い弱い弱い、星何個ですか、3個くらい、3個か2個か、はい、うん、3個かな確か、どんだけレンボ出んの、ダザム最高7万発出したことあるよと、すげー、現行機の核炎機で一番荒いと思う、そうだね、うん、うん、出るとき出るからね、いやでもこれをね、うん、長く打つのは辛いですよ、まあ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 メンタルはね、うん、うん、ダダムは人見知りだからなかなか出ないからね、そうですね、はい、ハイパーボビッグボーナス、はい、おめでとうございます、ました、はい、はい、ということでね、ちょっと私近くにね、あのモンハンがあるんで、ちょっと
筐体は、あ、上のところにね、くるくる回るやつやっぱついてないね、サミーの筐体ね。あ、そうなんすか。うん、あ、そこは違うね、やっぱり。うん、はいはい。レインボー安売りになった、ね。ああ、でもね、当たり確定してればね。そうっすね。まあ、そのレインボー出されてザザも出てきたらちょっと困るんですけど、ね、確かにこのドキドキ感がないとね、そうですね、ザザもね買っちゃうんですよね。まあ当確できるのは安心できるから好きだな。お、同じキャラクター何回も出てきます、ダザムダザムな違うのとか。ああ、出てきます、出てきますよね、はい。16ラウンドで何発出ますかと。大体1800ぐらいは出ると。出たかな、はい、1600以上出てますね、はい。重大発表って何ですかと。重大発表、重大発表、うん、純ちゃんじゃないですか。あ、純ちゃんの重大発表があるんですか、はい、何ですか今日は。純ちゃんの重大発表があるんですか。いや、実は男が好きですっていう、あれあれっすね、多分あのポップのやつってあるんですよ。ポップ、ポップのあの重大発表。あー、そうですね、はい、なるほどなるほど、はい、じゃあそれ最後にやりますか、はい、はい。こんだけ安売りだと本当に確定と思ってしまうよね。そうだね。あれね、ストレインっていい台なんじゃってこと。これね、本当に爆発力あるから、お店ではね、はい、1台とかでは使いにくいんじゃないかなと俺は思いますね。うん、ちょっとすみません、ちょっとはい、ちょっと、あ、ちょっと女の子が迎えに来たと思います。違う、ね、ジュンちゃんちょっと出てるみたいですね。はい、一発やってくるみたいですね。ジュンちゃんちょっともうムラムラが止まらないんで、ね、チャック開けちゃったんで、トイレに行くんです。あ、トイレで、ね、トイレでやるんです、ね。トイレでパコパコしてくるんですね。なんかあるね。ダダム2発表、決定、発売決定ですか。それもね、まあないんじゃない。さっきダダム預けんと手つないで帰ってったよ。アマデジでも同じくらい出るんだよねと。みんな打ってみるといいさと。おお、はいはい、同じくらいは出ないでしょ。ジュンちゃんも清掃員になるんですか。ならないですよ。なんかこう、それのレインボーって昔っぽい感じするよねと。まあ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 、この台自体がもう昔っぽいですからね。ね、はい。さあ、順調に連チャンしてますよ。はい。フジモンはもうすっかりすっかりとね、もうね、もうやられたな、うん、あ、なんか駄菓子ありました。ありますよ。 ありますはい。じゃあ僕はね、久しぶりにふ菓子をいただきたいと思います。あ、いいですね。あれフジモン、それ何、あのラスクです。あ、ラスク、あ、あるんです。うん、桜棒、うん、手作り菓子。ええ、まあ、純ちゃんのと同じぐらいの大きさですけどね。ええ、いや、まだまだ純ちゃんの方が大きいんじゃないですかね。サイズ的には、うん。ふ菓子一回も食べたことない、うまいのに。美味しいですよ。カステラやめろと。いやいや、駄菓子食べながらね、まったりやりますよ横須賀は。はい。お腹減ってきたなとね、この時期、この時間お腹空くからね。お、フジモン、いや全然マイク遠い。純ちゃんの、純ちゃんとふ菓子はどっちが黒いですか。純ちゃんのですね、もう黒光りしてますから。16ラウンドのことですよ、まだ、10パーくらいだったかな。口の中乾くよね。そうそう、なんかね、口の中乾くお菓子しか残ってないんだよね。あ、でも優しいっすね、なんか口当たりが。そうそう、あの甘さがなんか優しいよね、うんうん。口の脂肪である、口の中乾く。ひょっとして古き良き昭和の台を出そうという竹屋、ブレインの、集大成の台かなとね。あ、そうかもしれないですね。ふ菓子と牛乳はマジで合う。あ、絶対合う。あ、そうですね、絶対合う。じゃあ僕は次はミルクかけちゃってもいいんじゃないですか。もう、あ、牛乳ね、あ、でも牛乳の中にそれ入れたら美味しいと思う、うん、なんかミルクボールいただきます。あ、懐かしいじゃないですか。はい、どうぞどうぞどうぞ。あ、はい、フジモンは美味しそう。フジモン、はい、もう牛乳だね、もう、うん、いいよ。あー、甘い。あー、美味しいですね。これもまたこの 口当たりが優しいんじゃないですか、うん、これ優しい、なんか優しいね、子供の駄菓子ってね。ミルクボール美味しいやつだと美味しいよね。本ちゃん色、食レポお願いしますと。え、ミルクボールですか、うんうん、いや、なんだろうな、最初サクサク、うん、こうなんかこうサクサクからこうニュロニュロがこうニュロニュロ口の中に溶けて、ふわっと溶けるね、これが美味しいですね、うん。竹谷さおたけ、そんなに食べてると年末にはあんちゃんを超えちゃうよと。超えないですよ。寒いからおでん買ってこようよ。いやいやいや、おでんはね、でも
もうコンビニのおでんとか食べたくなっちゃう時期ですね。まあ、そういう時期ですね。ニョロニョロわらわら、黒光の棒、白い液体、うまい、意味深とやめて、ね、これ、ね、全部純ちゃんの好きな言葉だから ね、 そうですね。ニュルニュルでニョロニョロ、うんうん、お、なんか音鳴った。いやでもミルクボールを懐かしいな。これも牛乳ですね。これも牛乳入れたら美味しいね。間違いなく牛乳、うん、これはもう、おでんの具は何が好きですかと。はい、卵です。卵フジモン、卵はんぺんすかね。はんぺん、僕はもち巾着です。ありがとうございます。こんにゃく、まあ、まあ、うまいけどね。玉巾着、え、玉巾着ダメ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 、でも玉巾着って入れます？いや、入れないです。入れないですよね、はい、なかなか入んないですね、うん、コンビニのおでんはセブンでしょうと。いや、そうですよ、うん、うまい。AKB の次の歌って白いミルクがなん、なんたらじゃなかったっけ。そうなんですか。え、違うじゃないですか。え、白いミルクがなんちゃらって曲なんですか。あ、次の新曲ですか、うん、そうなんですか。わかんない。あの、あれですよ、パチンコで流れるやつじゃないですか、 RTC で。あ、そう、ちょっとわかんないですね、うん、勉強不足です。大根と卵、コンビニのおでん食べたことないと。いや、美味しいですよ。美味しいですよ、うんうん、あの、外で食べたくなっちゃう感じですね。もう寒い中、こうなんかおにぎりとそのおでん 2,3 個買って食べるとかね、うん、いいですね、最高ですよ、うんうん。何食べてるん、卵ボールをいただきました。ありがとうございます。牛すじがうまいと。あ、うまいですね。でも関東の人ってあんまり牛すじ食べる習慣ないですよね、うん、行かないですね、あんまり買わないですね僕も。でもコンビニでは常にありますね、まあ、ありますよね、牛すじは、うん、売ってるんですけどあんまり食べる習慣がないんでね、うん、フジモン食べる？食べないですね。食べないよね。あれ、今野店長は横浜でしたっけ。そうです、出身ね、はい、で、フジモンは千葉で、千葉県で、あ、千葉ね。あんまり食べる、あれ、じゅんちゃんとかは逆に食べるかもしれないね。あ、そうですね、セブン、うちの近くにない。マジで？そしたら、あの、モッサンに言えば買ってきてくれますからね、モッちゃんにね。はい、あ、でもセブン以外のとこもおでんは置いてますよね。あ、置いてます、どこのコンビニも。でコンビニってなんか柚子胡椒だとかなんとかいろいろ。ああ、何、レインボー、レインボー、あ、来ましたよ。はい、ここでダザム、ダザムが出れば、さあどうだ、来るのはこ、ダザム、最後の最後で来ました、ダザム、最後の最後でダザム出ましたよ。これダザム来ました、久しぶりに会えたよ、ダザムに。来ましたよ、よーい、はい、はい、ダザム、でも倒しましたこれ。星5個ありましたね。はい、ダザム、レインボーからのダザム、しかも星待ってたなと。すげー、すごいっすよ、もうギリ初打ちでダザムを出したあたりがね、もうコンちゃんの引きの強い、ダザムマスターでいいですか、もうダザム元気だったかと。見せるね、はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、もう十分じゃないですか、今日は。もう今日はもう見せましたよ、ここまで見せれたら。はい、牛すじは確かに、たまに買ってくる人いるな、いるくらいだな。そうだね、はんぺんとウインナーと大根と昆布、黒はんぺんでしょうと、うん、黒はんぺんもコンビニにはなかなかないんじゃない。黒はんぺん、はい、あ、これ黒いやつ、静岡おでん、いいよく入ってるね。白いやつしか見たことないですね、うん。大学生の時コンビニでバイトしてたけど、牛すじ一番売れてたよ。関西やからかなと。多分そうでしょうね。関東あんまり売れるイメージが湧かないですね。まあ、純ちゃんは違う筋求めてますからね。まあ、そうですね、純ちゃんは裏筋です。そうそうそう、この前コンビニおでん食べたかったのに彼に、拒否されたと。いやいや、それはね、俺を呼んでくれればいつでも、餅巾着食べますからね、はい。まあ、あの、冬はこれからですから。そうですね、いくらチャンスありますよ。牛すじ美味しいよと。まあ美味しいんですけどね、うん、裏すじの方が美味しいですねそれ純ちゃんじゃない。ああ、そうですね、見せるね、すごい。こんちゃん、こんなに出るのはどこのお店ですかと。横須賀店です。はい、今日は横須賀店、はい、来てください。そこを真のドザマスターが誕生しましたというね。さすがこんちゃん、アギーレジャパンに招集決定、確定だねと。あ、頑張ります。ブラジルの方で出ますんで。はい、はいはい。最後にアイスミルク飲んだのはいつだろうだったわ、AKB と。アイスミルクね。あ、それが、でもアイスミルクって砂糖入れると美味しくないですか。そうですね、美味しい美味しい。
そして、またしてもダダムが、どんなやつだかわからなかったと、まあ、黒いやつだったね。あそうっす、牛すじは仕込みの、油抜きがものすごい面倒なんやでと。あそうなんだ、どっかの順じゃと違いますね。ブラジル、汁が山水の汁ですね。ブラジル、どっから出てくる汁ですかと、ね。夜のブラジルやつ、はい。じゃあアトロ君一緒に餅巾着食べてください。あ食べましょう食べましょう、はいはい、ね、餅巾着大好きです僕は。はい、じゃあ僕は次に世界一長い棒いただきます。結構長いですねそれ、うん、これ長いなこれ。このチョコがね、この口の周りについちゃう感じですね、これ。おいしいな、これもう。モザイクかけて、かけなくていいよ。じゅんちゃん寒くて眠れないよ、早く温めてよーと。飯ってるお城も。じゅんちゃん今ちょっとトイレで一発やってますね。じゅんちゃんちょっと待ってくださいね、皆さん。飯サークル系のおでん、だしのうどんめっちゃうまいよ。サークル系は食ったことないですね。ないですね。あんまりサークル系ないですね。大体僕もセブンですかね。あとかっこいい。ありがとうございます。それ好きーと。美味しいよね、うん、世界一長いチョコね、うん。俺子供の頃こればっか食べてたもんね。いや、そうですね。うん。20円ぐらいかな。そう、20円か30円かぐらいですね。ストレインって今年の6月の台だよね。そうですそうです、全然新しい台なんですけど、もう竹屋クオリティの台なんですよこの台はね。ぜひね一度打っていただけたら楽しめるんじゃないかな。当たったら早いっすよ。早いっすね、はい、もう、はい、8000発ぐらい行きましたか。行きましたね。じゃあ次大当たり1回引いたら今日は終わりにしましょうか。行きますか。次負けるかもしれないんでね、はい、次の1回で、今日の試合、ね、終了したいと思います。関東と関西おでんのネタだけでも随分違う。違う違う、本当に違うよ。あそうですか。うん、あと食べ方というか、うん、なんかおでんにからしいじゃないですか基本、はいはい、それが柚子胡椒だったりとかいろいろこうあるんですよね、うん、その地域によって地域差が。柚子胡椒はないな、うん、そう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 。フジモンは柚子胡椒、うん、からしでしょ大体。からし、大体からし、ね、関東はね。ストレイン、じゅんちゃんもう落ちた。頑張ってきましたね、はい。いやストレインが愛されてるね。超お腹痛い。えお腹が痛い。そんなパコパコしてきたんですか、じゅんちゃん、ほんとに。その時に2人ですよ、こんな、一瞬でしょ。そんな言ったら、ダダム出ましたよ、ダダム。ダダム出ましたよ。倒した、はい、やりましたよ、ダダム。倒した。倒した、うん、マジか。いつ見てもあっちゃんはかっこいいですね。半分冗談ですが、いやいや、本気で言って。というかさ、ストーリー解説ラウンド中にしてるじゃんと。ああ、そうですね。ストレインは愛されてるねと。愛されてますね、うん。静岡おでんクソうまいよと。食べてみたいですよね静岡行って、静岡行きましょうよ、おでん食べに。そうですね、うん。エース電源開発やめるなら上に参りますは、真剣に竹屋に出してほしいなと。上に参りますいいよね。ソフィアはあるんじゃないのまだ多分。圧力を敷いてたらダダムも純ちゃんの前では女の子になるんだよと。いやならねえ。鎧外してならねえ。くんくんイカの匂いがするぞと。ああ、ちょっとしますね。しねえ。事務所とかひどいですからね。純ちゃんお腹痛いの大丈夫ですか。ああ僕弱いですからね、お腹がね。ね、コーヒーとか飲むとすぐお腹痛い。コーヒーでお腹痛くなりますね、うん。本当にお腹痛いと思ってるんですかね。一発やってきただけですよ。やってみろじゃん。じゅんちゃんブラジルの人抱いてきてブラジルで出しましたかということ。いやいやいや、はい、ブラジルの人って誰ですか。ブラジル人がね、今並んでましたからね。いや並んでないから。じゃあ先週に引き続きコンポタージュいただきます、はい。いやもうお腹痛いから。あー美味しい。いや美味しいなこのコンポタージュ、久しぶりに食べたら。いやいやいや、もうあっちゃんお菓子ばっかり食ってるわ。じゅんちゃん今ちゃんと変わってダザム倒そうよと。あーダザムね、うん、倒したことないですか。上からだ、だいぶ上から来てる。上からやな、うん、もう一発目でいっちゃいましたよ、はい。まあ、星5つでしたよ。でもそうそう、ダザム星5つだった、強いダザムの方ですね、うん。
あの弱いダダムもあると確か星3つがあったような気がするんですけど、ね、もうレインボーに光った後にダダム出てきましたね、うん、あじゃあそれはダメです。あレインボーはダメ、それダメだってもう前もって確定してるから。あそんなんじゃ全然ダメ、そんなんじゃダダムを倒してたは言われない、うん、それは倒した人が言うなら分かりますよねそれはダメだよ。あなるほど、純ちゃん、うん、あ違う違う、おでん味噌、ベッドベトにつけないと食えない岐阜人。あ、おでんに味噌をつけるんだ。おでん味噌っていうの、いやめっちゃうまいじゃないですか味噌ね、こんにゃくとかならまあ味噌おでんに味噌つける習慣がないですよ関東は、うん、ああ、ね、なるほどね、うん、まあまあまあ関西も別にそんなないとは思う。なんかつけます。いやからしからし、あーじゃあそこは一緒なんだ、うん、じゃあ中部あたりは味噌つけるんだおでんにね。ああそうなんじゃないですか、うん、へえこっちは、からしも柚子胡椒も味噌もいろいろあるよと。コンポタ美味しそう、美味しいよ、それも好き、今ドダムがトイレでぐったりしてるよ。関西はソースとか調味料めっちゃこだわってるイメージ。倒したことないくせに純ちゃんわらわら。そうっすね、純ちゃん諦めよう、もうコンちゃんがドダムマスターだよって。違いますよ純ちゃん嫉妬、あのね僕は、うん、あえて倒してないだけなんです、ね、あえてね、そうそうそう、演出をもっと見るためにね。そうそうそう、うん、そんなこと、ね、そんなことできないできます僕は、あえて倒さないと、はい、できるんでね。味噌つけへんの、万年、つけないですね。この間ドラッグストア限定のカッパエビセン七味、味食べたけどうまかったよ。そんなのあるんだね、うん、名古屋は味噌おでんだよ真っ黒の、あれでしょだってとんかつもね、だからあ、そうだ、ね、味噌だ、はい、味噌カツなんでね、うん、はい、静岡は味噌とだし粉をつけますよ。あそうだ、だし粉つけるわ静岡。あ、アトラクさん、わかつです、どうも。あえて倒してないでだけです、震え声とね、じゅんちゃんのドザマアイワラ、預けのオカルトはバカにするのはあえて、バカにするのにあえて倒してないと。いやいや、だからね、まあその、うん、あれですよ、あのコードギアスとかはね、はい、ちょっと僕も知らないんで、はい、ただダザムのオカルト技は僕は知ってます、ね、あダザムに関してはもう純ちゃんは何でも分かるということですね、はい、はい、そうですよ、うんうん、さあ、あと1回当たったら当たるか、画像変わりましたよ、負けるかしたら、本日のシルは終わりにしますので、ね、分かりました。はい、なんか他なんか面白いおでんの食べ方とかあるんですかね、面白いおでんの食べ方、まあ、まあまあデスソース塗ったらええんじゃいますか、うん、やめだってダメ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 、デスソースやばい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 、デスソースはダメですよ、また違いますよ、うん、純ちゃん家に1台欲しくなった、ダダム、そうですね、うん、ロボットが欲しいですね、ロボットが欲しい、はい、あのね、あのビニールのビニール製のね、ロボットが欲しいよね、違うやろ、純ちゃんとダダムの間には戦いの中で友情が芽生え始めたんだよ、そうそうそう、でまあね、これなかなかただもう今114回転ハマってますよね、全然ハマってるやん、もう、300とか400とか全然ハマりますから、ちょっともうちょっとちゃんとパッと当ててもらってもいいですか、はい、いやまあそう、引っ張って引っ張って最後にあるんですよ、2日目のおでんにポールトマトの缶入れると洋風になって美味しいと。あこれは美味しそう、なるほど、うん、結構あの出汁美味しいですからね、おでんの出汁が、美味しい、おでん食べたくなってきたな、あ来たじゃないですか、なんかこれは来ましたね、うん、あこれはもう来ますね、あこれ来る、あ来る、うん、これは来て、さすが、ダダムマイスター、リーチがとりあえず、さすがダダム、ダダムマイスター、さあリーチ来ました、来ましたね、はい、誰だ誰だ、ええうわクンルーン、クンルーン、クンルーン欲しいつつ大丈夫かな、これはこれは初めて見たことない、初めて初めて見ました、初めてのクンルーン、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 クンルーンっていうね、うん、初めてのキャラクターですね、赤文字ですよ、あこれいいんじゃない、なんだこれ、レインボー、レインボーじゃなかったね、あまあまあまあこれはもう大丈夫ちゃいますよ、これ赤文字出てるんでね、さあはい、これはもうというかそれ確定です、あーおめでとうございます、クンルーンやっつけましたよ、なんて卑猥な、はい、誰だクンルーン、じゅんちゃんのクンルーンやっつけましたよ、クンルーンしてますよ、ね、はい、もう何でもくっつければいいと思ってました、来ました来ました、教えてきたいのでしょ、あじゃあ心がいいのかな、はい、やばい読めないやつ来たな、こんちゃん全部レインボーで当ててる、すごいな、はい、ありがとうございます、隠れキャラかなと、はい、じゃあエンディングいきますか、そうですね、はい、はい、ということでおめでとうございます、はい、じゃあ最後エンディングいきます、はい、
ちょっともうダメだなフジモン、ちょっとお前、いや今日はフジモンのいいとこ全然見せてもらえませんでしたね。全然見せれねえじゃねえか。あ、怒ってる怒ってる、じゅんちゃん何やってんだお前。すいません、腕上げていきます。やっぱ引き強いっすね。いやーこんちゃん本当に引きが強い、うんうん、ちょっと見せれた感があります。今日はだいぶ見せれましたよ、ねえダザムにも会えましたしね。もうダザムマイスターの称号はいただきましたね。いやだからレインボー確定はダメですよ。あ、レインボー確定は、そこはもう戦って勝ったんなら、もうそれはしゃあ、そう戦ってないのに、レインボー出しちゃうところはダメだって。わかりました。まだまだ、じゃあ、まあ、今日のところはクンルーンの称号はいただきました。そうですね、クンルーンの称号はもう差し上げます。とりあえず、まあまあこの後もね、まあちょろちょろね、この台を打っていきたいなと思ってますんでね、はい、ぜひまた見てください、はい、お疲れ様です、お疲れと、ダザム、トゥモール、グロワール以外は確定やったと思うよと。あ、本当、コンちゃん本当に持ってるなと。昔横浜にクルーンって投手いたよね、いた。クルーン潜りだな。フジモンキツネうどん食べて出直そうと。クルーン初めて見た。どっかの店長とは大違いですね。サッキャパーの新人さんもお疲れ様でしたと。ありがとうございます。ジュンちゃんダザムに勝ってみようかと。そうですね。まあ、まあ、勝ちますよ僕。はい。でもクルーン倒したよ、ね。フジモン仕事しろよと。喋って。あ、もちろんでございます。はい、ザザムをめぐる2人の男の熱き戦い、お疲れ様です、おやすみなさいと。フジモン次もめげずに出てねということで、最後にね告知しましょうか。はい、はい、まあちょっとねポスターが変わってる点をちょっとね、はい、ちょっとしっかり見てもらいたいんですけども、ちょっと待ってくださいね、はい、ますんで、お、はい、いいですか。あ、ちょっと待ってください、はい、見えるかな、はい、はい、まあ同じグループ店の、はい、キゴの相模原店、はい、まあ、10月20日の、はい、リニューアルオープンと、はい、でまあ、内容12時開店ですね。内容的には、うん、まあ、50銭パチンコ40台、はい、プラス5円スロットが48台となんと50銭を始めると 0.5 パチ、はいはい、そうですね、で、うん、なおかつ新台がまあ一挙77機種、おお、77機種、はい、入れ替え台数がまあこれ113台と、はい、はい、ボリューム満点の12時オープンになってますんで、はい、ダザムって感じですね。はい、あ、ダザムもしかしたらね、はい、選ばれてるかもしれませんよ、ね、もしかしたらね、はいはい、分かりませんけれども、はい、ということで、まあ、相模原店ね、はい、ぜひ20日は行ってあげてください、はい、10月20日12時オープン、はい、ぜひとも気候の相模原店、はい、よろしくお願いします、はい、はい、ということですね。そうですね、はい、まあ、あと時点がね、はい、パチンコ館スロット館ともに、はい、まあ、こちらも同じ同日付になるんですけども、はい、10月20日に、まあ、寝台入れ替え、はい、寝台入れ替え、はい、気候な横須賀店ですか、両方ですね、両方、気候な、気候なるともに、はい、寝台入れ替え、はい、ありますので、はい、はい、そちらの方もぜひ、はい、まあ、近隣の方ね、ちなみにどういった機種が入るんですかね。ピーカンの方はですね、モンキーターン、はい、あと壇蜜先生、はい、ビーポップですね、はい、あと、まあ、1円パチンコに15機種の20台と、はい、どっさり、導入させていただきますので、1円パチンコに新たな機種をたくさん入れると、そうです、はい、いうことなんでね、はい、ぜひとも、横須賀店にも、ね、遊びに来てください、遊びに来てください、はい、はい、なるはなるは、まあ、あのスーパービンゴ5台と、はい、バースエンジェル、はい、でまたあの8円の方から、はい、4円へと、はい、あと4円から8円へと、おー、台の移動、バラエティの方がちょっと移動になってますんで、はい、まあ、4円で打てて、それが次は今度8円で打てるようになるね、おー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 、そういう機種もありますんで、はい、ぜひお願いします、ぜひね、気候なる横須賀店にもね、はい、遊びに来てください、はい、低価値のね、パチスロ専門店になっておりますので、ね、はい、ぜひとも4円スロット、はい、8円スロットうち来てください、はい、はい、お願いします、はい、0.5 パチ初めて聞いたよってことね、まあまあ、そう、蒲田店にもね導入されてますよね、そうですね、50銭ね、はい、うん、あるんでね、関西気候なにダザム流して、出た断蜜、ダザム甘入れてほしいな、これ断蜜か、なんか顔が変わってないですかと、大人の事情断蜜、寒いから皆さん体調にお気をつけて、はい、ありがとうございます。ストレイン入れる、はい、入るって分かんないですねそこは、リニューアルオープン配信しますかってことなんですけど、今のところ予定はないですね、はい、今日も横須賀最高でした、純ちゃんの笑顔にまた癒されましたと、ありがとうございます、ありがとうございます、お疲れです、ストレイン次来たいってことね、ありがとうございます、出演者紹介のところに、クンルーンを倒した、趣旨のことを書いておいてよと、あ、分かりました、ここらにお願いしますね、はい、クンルーン倒した称号、はい、フジモン次もめげずに出てねと、次は連チャンするからね、頑張りますなんだそんな神々やなお前
クリアするからするからね。はい、お疲れ様でした。明日は圧力ですか。と、明日はちょっとまた違う方が MC をなされるんじゃないですかね。関東版のキコーナチャンネル、明日はどうすか。明日はトツカですね。はい、ぜひともね、来週の水曜24時、そして明日もね、はい、キコーナチャンネル関東版トツカ店のトツカニャ、ありますんでね、ぜひとも、明日も、来週も、見ていただければと思います。お願いします。といったところで、今週の放送はこの辺でお別れしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。寝れない。羊が一匹、羊が二匹、羊が三匹。何これ。お前見にくいわ。喋るんだ。夢か。キコーナ。